皆さんこんばんは、和道です。今日は2017年11月の11日、23時45分です。よろしくお願いします。今日ね、新八丁と、てるちゃんぴんの企画の、フットサルに行ってきました。今ご飯食べて帰ってきたところです。よろしくお願いします。いやー、ひかるくんが強かったね。3倍目ひかるくんが。運動神経めちゃくちゃいいんだよ。ヒカルくんが野生児って呼ばれてるだけあるね。身体能力がめちゃめちゃ高いんだよね。なんであんな動きができるんだろう。すごいよね。運動神経が多分ずば抜けていいんだろうね。こんばんは。やばいよあれ。だってボレーシュートとか決めてたよ。サッカーとかやってたのかな。どこで習ったんだろう、あんな技。キャスバー行かなかった。まあね、前回と同じようになるだけだから、キャスバー行ってもしょうがないでしょ。雑談しないと、やっぱ仕事だから俺、配信がさ。そこはちゃんとやりたいんだよね。最近稼げてねえし、ちゃんとがっつり稼がないと。お酒飲めないからさ、飲まないし、あんまり楽しめないんだよね。お酒が好きだったらさ、楽しいと思うけど、酒の場って乱闘とかになったりするじゃん。だから苦手なんだよ。しっぽり飲むのは好きなんだけど。パイ投げ使う場所がない。どうなんだろう。パイ投げ。誰もやってないのか。俺もやってねえわ、そういえば。登録はしてたんだけど、すっかり忘れてたわ。すっかり忘れてた。パイ投げやる？枠。ホワイト企業さんいらっしゃい。キャスバーに行かなくて正解かも。小さいトラブルがありそうな予感。そうなの？トラブル系あんま好きじゃないんだよね、俺。すげえレベルが低い。そこに集まるリスナーの層もあんまり好きじゃない。なんつうんだろう、低レベルな話とかあんま好きじゃないんだよね。だったら好きなコンテンツ自分でやってる方が性に合ってるから、俺はそれでいきたいね。だってさ、そのなんつうの、レベル低いじゃん。会話を楽しめない層とかあんまり相手にしたくないんだよね。たまにいるんだよ、リスナーで。つまんなかったですとかいうやつとかさ。いや、だから面白くね、見れるようになったらおいでって感じだよね。それは君の問題だからさ、っていう。君には俺の面白さ分かんないんだろうね、っていう。分かる人に分かれば俺はそれでいいと思ってる。わからない人に何言ってもわかんねえから。そうだろう。
キャスバーってトラブル多いし、酒が入るとテンション上がって、言っていいこと悪いこともありそうだし、愚痴が多いし、俺ね、愚痴を言うっていうのが恥ずかしいことだっていうのを子供の頃から思ってたんだよ。愚痴を言うってことは、その場で解決できませんでしたっていう。ほら、俺、侍の末裔じゃん。だから腹の中で思ってることと、その発言の差っていうのはすごい嫌なの？裏で何か言ってるとか、言いたいこと言えばいいじゃんって。あ、ムーさん、お疲れ様です。パイ投げあと10分しかない。適当なところに投げてくる。はい、了解です。いってら。なんかレベル低いなって思っちゃうのよ。その、なんつうの。まあまあ、レベル低いっつっても、まあ、その、なんだろう。配信が好きな人ってバカなやつ多いじゃん、正直。俺らは別として。だから、なんつうんだろう、バカっぽいコンテンツはバカが見て、俺はもう客層選んでるからさ、完全に。俺のコンテンツ分かるやつだけに届けるっていうのが、俺のスタイルかな。バカには何言っても伝わらないっていうのは、もう経験上分かってるからさ。何を言っても伝わらない相手には何も話さないの得策でしょ？この人バカなんだって思ったらみんな話さないでしょ？おやすみなさい。俺はブレないね。言いたいこと言って生きてるよ、俺は。まあ言えないから愚痴るんでしょ？ストレス溜まるんでしょ？思ってること言えないっていうのは、それは生き方として間違ってると思うよ。人間じゃないじゃん。奴隷じゃん。やっぱりそれって。俺は言いたいことを言ってるよ。だからそこにはもちろん礼儀であったりとか、いつも言ってるけど、そのリスペクトっていうのがないと絶対言えないし。だから言っても聞かないやつには何も言わない。それは無駄なことでしょ。まあ、俺には理解できないってだけよ。言いたいことを言わない、言えない。好き勝手言えってことじゃないよ、それは。でも言うべきことを言えなくなったら人間として終わりだよね。思ってること言えないって、表現できないって。子供じゃないんだから、大人なんだからさ。猫が水浴びした。嘘？初水浴び？あ、よかったよかった。水浴び、初水浴びだ。大人になったね、ペコね。下手だから多分最初の頃びしゃびしゃになると思うよ。やりたかったんだね、やっぱ。多分ね、餌も自分で食ってると思うんだよね。創価学会です。創価学会員であることをこの枠で表現するっていうのは何かあんの？なんか意味があるの？俺は別に無宗教で、なんだかわかんないけど、俺に創価学会員であることを伝えて何がしたいんだい？何を届けたいんだい？フットサル、ああ、初見さんいらっしゃい、コマさん。お疲れ様です。もう絶対明日筋肉痛ですね。あんな運動神経抜群のさ、若い奴らと一緒にできないよ、スポーツ。化け物なんだから、本当にみんな。フィジカルモンスターでしょ。一点も決めらんなかったね。まあ、パスでね、アシストは2回ぐらいできたけど、まあ、テルがね、得点力高いからね。体が追いつかない。ボール、ちゃんとトラップできたと思ったらできないんだもん。届かないもん。
言いたいこと言ってるのが子供っていうか、それはね、好き放題言ってると思ってるからなんだよ、チキントレーナーさんは。それは解釈が違うの。俺は言うべきこと、言いたいことっていうのは責任と人間関係を持って言ってるから。だからさっき、尊敬であったりとかリスペクトがないとダメだよっていう。でも、それを踏まえた上で表現ができなかったら自分に不満が溜まっていくだけなんだよ。誰から構わず好きかって言ってるわけじゃなくて、自己表現の間で言うべきこと、自分の思ったこと、僕はこう思いますっていう表現ができないやつっていうのは、鬱憤が溜まっていくの。なんで人は理解してくれないんだ。なんで俺の気持ち汲み取ってくれないんだ。当たり前だよ。言わなきゃ伝わらないもん、人間だったら。でしょ？そう。だから俺は、何も言わないとか、言わないのがかっこいいっていうのはない。責任の話してるけど責任感強いの。当たり前じゃん。だって自由と責任はセットだもん。だから日本人のフリーダムの概念とリバティの概念が違うんだよ。日本人はフリーダム的な意味で自由って言ってるの。なんか解放だよね。でも俺は責任を伴う自由っていうリバティの話をしてるのね。自由であるっていうことはそれに対して責任が伴う。だから俺は批判も受け入れてるでしょ。ただ言いたいことを言わないっていうことは自己表現ができないってことだから、俺はダメなことだと思うよ。それは生きてる価値がない。もしもし？もしもし、創価学会なんですけど、どう思いますか？いや、どうも思わないです。なんで？いや、どう思うかなと思って、みんな。だって創価学会の人いっぱいいるでしょ、日本には。で、太一さんが創価学会に入りたいと思って入ってるんでしょ？よくない？それで。別に何にも思わないけど。そうですか。なんで、入ろうとか思いませんか。入ろうとは思わないね。一回も思ったことない。なんでかっていうと、創価学会の話を聞いたことがないから、俺は。で、おそらくなんだけど、創価学会って大乗仏教でしょ？仏教ですね。大乗仏教でしょ？俺、大乗仏教否定派なんだ。だから多分入ることはないと思うよ。大乗仏教って何です？大乗仏教は仏教の種類だね。大乗仏教かどうかは知らんけど、仏教は仏教ですね。俺は大創乗価仏教は学会は。仏教じゃないと思ってるのが俺の考え方だから。そうなんだ。俺は多分、創価学会に入ることはないと思うよ。そうなんだ。地獄に落ちたり、地獄に落ちたり上がったりするんだけど、ね、何が上がったり下がったり？地獄に落ちたり上がったり下あ、がった俺地り。獄ないと思ってるから。そうだ。わかりました。はーい。責任感ないように感じてた。あ、そうなんだ。別にチキントレーダーさんにどう思われようと俺は全然構わないけど、別に他人のその解釈を変える気はないから。解放お疲れ、こんばんは。別に好きに思ってください。俺は自分の発言には気をつけてるけどね。とは言いたいことは言うよ。だから配信者になったんだもん。全部自分に返ってくるようにしてるから。自分の発言を全部自分に返ってくるようにしてるから。はい、さようなら。フットサルお疲れ様、リヒト。お疲れ。
はい、お疲れ。アイテムありがとう。解放お疲れ。言いたいことが言えなくなったら人間終わりだと思うよ。寂しい人生だと思わない？それ。iPhone とかいう女子に投げてきた。おい、おかえり。わかんないな、iPhone。はい、こんばんは。先んちょいらっしゃい。キャスは行かない行かない。疲れてるもん。無理だよ。行かないね。聞いて清々しいです。なんかスカッとしました。だってさ、なんだろう、自分の生き方の問題じゃん。で、自分、例えばリスナーさん、聞いてるリスナーさんが、俺は言いたいこと言えないわって、言わないわって、あ、そうなんだって、俺は言うよって、だから配信者として活動してるんだよっていう。で、責任感ないですねっていう話、全然論理的につながらないわけじゃん。だって、どんな行動であれ、どんな発言であれさ、普通に社会で生きてたら責任を伴うんだよ。当たり前のことを言ってるだけなの。ただ、この当たり前のことができてない人がいるよねっていう話をしてるだけだもん。これ別に小難しい話なんかしてないよ。発言には責任を伴うよ。とはそれだけじゃん。そんな社会人として当たり前のことじゃん。自分の発言に責任持てませんって、2チャンネルのバカじゃないんだから。そんなものは2チャンネルでやれよ。ここでやんなよ。そう思わない？2チャンネルしか居場所がねえんだから。あ、来てたよ。同じチームだったよ。はい、こんばんは。それそうでしょ。何にも難しいことしてないよ。こんなチキントレーダーとかなんだかわかんねえのをさ、揚げ足取ってさ、責任感ないんですね、なんつってるけど。だから顔さらしてね、こうやって堂々とやってるわけだから。むしろ責任に一番敏感だろ。ねえ。そんな子供じゃねえんだから。だからなんか10代なんでしょ？まあそんなの通用するの学生のうちだけなんだから。で、責任取りたくなかったんだったら何も言うなって感じだよ。責任を取りたくない。何も言うなよ。黙って生きろよって。そこへ自己表現しないとか寂しいとかね、自己表現できないとかくだらねえこと言うなよ。それはお前が責任持てない男だからだよって。でしょ？責任取れない人間に発言権なんかねえんだよ。そんな至極真っ当な話だよ、そんなの。別に尖ったこと言ってないよ。コメントだって発言なんだよ。だからコメント欄で好き勝手書いてるやつが逮捕されたでしょ、最近。だからくだらないんだよ、本当に。コメントは発言じゃないと思ってんだから。アバターだと思ってんだから。ゲームだと思ってんだから。バカじゃないの。リアルだよ。現実だよ。今、俺らが過ごしてる時間は。そう。で、現実、限られた命を使ってるわけだからさ、有意義に過ごすのが当たり前だろ。そこに参加できないんだったら、2チャンネルでも、タヌキでも好きなところ行けよ、バカ野郎って。俺はてめえらの絡むつもりなんかねえよって。ここは俺のファンと交流する場所なんだから。表現の自由には責任が伴う。まさしくそうだよ。別に何言ってもいいんだよ。ただ自分の発言に責任取りません。だったら発言なんかすんな、そもそもって。人権なんかねえんだよ、そんなやつに。責任取れないやつ。責任取れないやつ、だから刑務所行くんだよ。だろ？パクられちまえばいいんだよ、そんな。好き勝手言って。そのうちネットも規制入るからね、好き勝手言えなくなるよ、本当に。こんなゴミみてえな発言ばっかりだろ、2チャンネルとか。人のね、足引っ張ろうとか。俺は本気で憂いてるんだよ。そいつらの人生がかわいそうだから。
自己実現が何もできない。喜びがない。仲間もいない。だからネットでつるんで悪口言い合ってる。バカ臭いよ。自分の功績にも何もなれしない。憂さ晴らしてるだけでしょ。だから便所の落書きなんだよ。掲示板なんてものはそもそも便所の落書きでしかないんだよ。本音が言えるとか言ってるやつは俺は頭おかしいバカだと思ってる。そんなの本音でも何でもねえよ。ガキがだだこねてるだけなんだよ。こんなくだらない人間と付き合うわけねえだろ。そう思わない？一応大人だったら自分のや、ね、言うこと、体験、経験、行動、全部責任があるんだよ。いや、めちゃめちゃつまらなくなればいいじゃん。ゴミみたいな人間が困るだけだもん。俺は困らない。俺は本音でちゃんと向き合ってて付き合いあるんだから。別に俺別につまらなくなっていいと思うよ。くだらないもんだって、ネットで好き勝手言ってんの。機嫌悪くないよ、全然。あちお、こんばんは。普通、普通。通常営業だよ。インターネットもね、もう本当に法改正すべきだよね。実名登録させるべきだよ、本当に。あ、ありがとうございます。見てくれたんだ、ありがとう。疲れたね。体力ないからさ。鮫島さんなんで怒ってるの？知らない。鮫島さんに聞いてください。僕は怒られてないし、わかんない。鮫島さん怒ってんの？誰に？鮫島さんに聞いて。やったでしょ。今日米食ったけどね。さすがにちょっと体力ないから、フラフラになるから、行きと帰りに、さすがに炭水化物は取ったよ、今日は。エネルギーね。だから有言実行するじゃん。痩せるっつったら痩せるから、俺は。太るっつったら太る。俺は自分の発言に責任持てるからさ。やりたいことしかやらないって決めてんだ。やりたくないことをやるなんてくだらないじゃん。人生一回しかないんだよ。泣いても笑ってもさ、帰ってこない時間を過ごしてるんだよ、俺らは。だから俺は自分の人生でやりたいことしかやらないって決めた。やりたくないことはやらない。それに対して責任がある。そう、やらない、やりたくないことは一切やらないっていう責任がある、俺には。1万人旅はやめるってちゃんと言ってるよ。俺はやめるってちゃんと言ってる。自分の気持ちで。くだらないからやめるって。俺はやりたいことしかやらないから、やりたくなくなった瞬間にやめるの。やめるってちゃんと言ってるから。バカなの、お前。人の話を聞いてないバカだよ、お前は。気に入らなきゃ見なくていいよ、お前は。お前とつるむ気なんかねえから。アメリカ人さんに逆に80キロ増やせってベンゾさんに言われてた。あ、無差別級で出ろって。 アメリカ人でも恰幅いい方がいいかもしれないよね。経営者だからさ。似合うよ、太ってる方が。デブがなんかかっこ悪いっていう文化あんまり好きじゃないんだよね。デブでもかっこいいやつはかっこいいさ。デブでもダセーやつはダセー。風船ありがとう。かっこ悪いやつは何やってもかっこ悪いんだよ。かっこいいやつは何やってもかっこいいの。そう、痩せてるからモテるとかそんな嘘だよ。太っててモテるやつなんか腐るほどいるの。え？いや、なればいいじゃん。うまいもの食ってんだから。俺の人生だから知らないよ、人のことは。おい、バレーニョ、おかえり、ワドツ。また戻したんだ。知らないよ。他人がどうなろうと俺は知ったことじゃない。ただ、らしく生きるっていうことは重要なの。自分らしく生きる。その世間体とか気にして生きてたらくだらない。痩せたきゃ痩せればいいし、太りたきゃ太ればいい。だから太ってることとか痩せてることを嘆いてるやつはくだらないよ。自分の生き方否定してんだから。俺はデブでもかっこいい男いっぱい知ってるよ。最悪だと思うなら見なくていいよ。
田中。お前がいなくても俺は困らねえんだよ、バカが。二度と来んな。だから和道なんだね。それで和道かどうかは分かんないけど。だから和道かどうかは分かんないけどね。どっちでもいい、別に。キレッキレだよ。運動した後だから頭が回るんだよ。脳が循環してるからね。キレッキレだよ。でも自分らしく生きるってすごく大事なことだと思うよ。自分らしく生きるっていうのは大事なことだと思う、本当に。じゃないと他人を引きずり下ろそうとか、なんつうんだろう、くだらない生き方になるんだよ。尊敬されない生き方に。誰もファンになんかならないでしょ。人の足引っ張ってるやつってかっこ悪いじゃん。もう普通にかっこ悪いと思うよ、見てて。くだらねえ生き方してんなーと思って。それよりもさ、自分のことをやりたいことをやってるやつってキラキラしてるんだよ。かっこいいんだよ、人が集まってくるんだよ。俺はそういう人間になりたいね。誰の足も引っ張るつもりない。関心がない。全然関心がない。今ね、減量してるんだよね。そうだよ、自分に嘘をついたら。だから自分の心に嘘をつくなよって昔言ったけど、俺は絶対そうだと思うよ。自分の生き方を否定したやつは終わりだよ。メガホンありがとう。そんなことよりも、やりたいことに溢れてて、目標があって、夢があって、志があって、そこに向かってまっすぐ歩いて、キラキラした目で、張りのある声で、笑顔が溢れていて、俺はそういう人間と付き合いたいね。そういう人間をかっこいいと思うね。俺はそういう人間を応援したいと思う。で、くだらねえやつは消えろ。少なくとも俺と関わるなっていう。俺はそんな人間に足引っ張られてもびくともしないし、むしろ滑稽にしか見えない。くだらない、すごく。そういうのは地獄でやれよって。くだらねえ、足の引っ張り合い、引きずり合い、けなし合い、地獄っつうんだよ。そういうのを地獄って言うんだよ。配信者になかなかいないな。別にいいんじゃない？別に俺、配信会がどうとか思って配信やってるわけじゃないから。ただのツールだと思ってるから、配信は自分を表現するための。あ、みやびさんお疲れ様でした。運転気をつけてください。帰り、お疲れ様です。体力ありますね。 ダサいでしょ。だ、配信者でっていうよりもそういう人間が少ないってだけなんじゃないの。俺、配信者でも別にいると思うよ。そういうかっこいいやつ。メガホンありがとう。そう。かっこ悪いやつとつるみたくないじゃん。ダサいじゃん。挨拶ができねえとかさ、人のいいところを見ようとできないとかさ。よろしくお願いします。おい、やぶぞ、お疲れ。メガホンありがとう。俺だってさ、別にさ、正直言うとさ、気の合う仲間とかさ、俺のファン以外さ、別に、腐るほどいる5万といるさ、世間ぐらいにしか思ってないのよ。俺とは全く関係ないじゃん。俺のファンでもなければ、俺のこと応援する仲間でもなければ、もう消えていいよ別に。全身だって俺困んないもん。 俺本気でそう思ってんの。別に世の中から消えたところで俺の生活に何の影響もないわけよ。だから別に俺の放送嫌いだったら見なきゃいいじゃんって。俺は本気でそう考えるけどね。くだらねえから。死んでも構わねえし、悲しまないし。俺はだけど、俺のファンとか、なんつうんだろう、俺のこと大事に思ってくれてる人とかいるから、そういう人たちのために喜ばせようっていうふうに思ってるし、そういう人が悲しかったら悲しいよ、すごく。
なるべくね、ハッピーになるように頑張ってるけど。おお、花城さん、お疲れ様です。風船ありがとう。どうせ文句言ってるやつなんか1円の金にもならないしさ、相手も投げる気もねえんだから。いい年こいてさ、情報コンテンツ見てて。そう、なってないと思うよ、本当に。言いたいことだけ言って。バカ臭いでしょ、本当に。そう。人が金払ってサービスやってんだからさ、ねえ、面白いなと思ってさ、チップを置いていくのは普通の大人として当たり前のことだと思うけどね。まあ、それもできないんだったら利用する資格はないよね。少なくとも黙って見てろって感じだよね。ただで見てんだったら黙って見てろよって。発言権なんかねえんだよ、そもそも。分かち合いだよ。本当にそう。仲間とは喜びが倍になって。ねえ、100人いたら100倍になるぜ。悲しみも100分の1だよ。本当にいいこと言うね。久しぶりだね。元気だった？忙しかったんかな、お仕事が。メガホンありがとう。俺は心っていうのとか、その人に対する尊厳っていうのはすごく大事にしてるのよ。すごく大事にしてるの。なんでかっていうと、人間付き合いの基本中の基本だから。そう。だから尊敬ができない相手とは絡むべきではないんだよ。なんでかっていうと、自分の尊厳も失うから。自分が口に出す言葉、吐く言葉、全部並べてみ、文章で。生き様が出るんだよ。汚い言葉吐いてるやつは汚い生き方してるに決まってるんだよ。なんでかっていうと、無意識の行動でそれをやってるわけだからさ。普段でもそういう考え、そういう思考、そういう言動をしてる。行動もそうだよね。言動だから。言葉、行動、思考が狂ってるやつっていうのは、俺の放送に向いてない。人のことを応援しようとか、人のことを幸せを願おうとか、人の悩みを分かち合おうとする人間っていうのは、少なくとも幸せな生き方をしてるよ。貧乏か金持ちかは分かんないけど、絶対に幸せな生き方がいる。なんでかっていうと、そういう人には人が寄ってくるから。で、その生き方を影響するから。そういうバイブレーションってあるんだよ。それはすごく大事なこと。で、そういう心のある人たちと俺は絡んでいく。心のないやつは消えろ。邪魔。俺はそれは人間じゃないと思ってるけど。実りあるクレーマーなんかいないよ。実りあるクレーマーなんかいないよ。あるのはクレームに対する対処が正しいか。でしょ？クレーマーなんかろくでもねえんだから。だいたいさ、配信会のクレーマーっつうのは金払ってないわけよ。金払ってるやつはクレームなんか言わないよ。でしょ？だからバカだっつってんの。実社会のクレーマーっつうのは金払って文句があるって言ってんの。そう、思考停止してんのよ。だから自分より下の人間を見つけて喜んでる人間でしょ。偏差値低いんだよ。IQ 低いんだよ。そういう層を相手にしても、どうせそのブルーワーカーだろ。金もつかめるわけないし、幸せな生き方できてるわけねえんだから。人にそのアイテムよこすさ、余裕なんかあるわけねえんだよ、そんな人間に。そんな人間相手にしてて何になんのっていう。だから俺は閲覧増やすの嫌いなの。閲覧が誰々さんがって、くだらねえと思ってて。例えば、金梅さんの方が面白い、よっさんの方が面白い、うなちゃんの方が面白いって。お前、うなちゃんマンでも、金梅さんでも、よっさんでもねえじゃんって。お前、ただの見てる人間だろって。そんなん誰でもできるわって。そう思わない？ でしょ？お前、何自分の実績みたいに語ってんのって。それを言えるのはやった本人だけなんだよって。そう、行為は行為で返ってくるんだ。これはね、もう宇宙の法則なんだよ。行為を無下にできる人間はいないんだよ。行為を無下にできる人間は一人もいない。だから幸せを配れる人間っていうのは幸せが返ってくる。だから不幸をばらまく人間っていうのは不幸が返ってくる。これを地獄っつ。仏教はその比喩の例えで地獄って言うと。生き方を変えれば天国にも地獄にもなるよって。はい、こんばんは。そうだから現実なんだよ、実は。地獄も天国も、あの世に行って地獄に落ちるっていうのは嘘なんだよ。
そんなものないんだよ、今生きてる自分の生き方が地獄だっていうことに気づく。だからそれが悟りなんだよ、ニルバーナなんだよ、そう、人を評価することなんかできないんだよ、そうそう、評論家気取りでしょ、評論家気取って飯食ってるわけでもねえんだから、本当に気取りだよ、だから生きがるっていう言葉あるじゃん、生きがってるって。でも俺は生きがってる人間嫌いなの、生きかどうかだけしか見てないの、生きだ人間が好きなの、かっこいいと思うの、生きだねって。生きがってる人間ってダサいのよ、評論家気取りもダサいの。なんでかっていうと、他人の人生にしかその自分の思いを乗っけることができないんだよ、かわいそうだけど、本当にかわいそうだけど、もう そこしかないの、自分の人生に自信がないから。恋人できたのよかったね、トト、マジでおめでとう、恋人ができたの。何、配信見て仕事もして、何、いい出会いあったの、時間がない中で。おめでとう、本当にうまくいくといいね。あ、よかったよかった、いいじゃん、幸せだ、末永くね幸せでいることを願うよ、よかったよかった、いやー嬉しいでしょう、大切に、お嬢さん懐くといいね、お嬢さんだったか息子さんだったか忘れちゃったけど、お子さん懐くといいね、この間ふわっちで配信したそうなんだ、粋な人はかっこいいよ、でも粋っていうのは難しいんだよ、粋ってね、外人が言うとこのサプライズだと思ってんの俺は。あのね、月島慕情っていうね短編小説の中に出てくるんだよ、粋なシーンが。祭りに行って、熊手ってわかる？熊手ってその年々高くしていくんだけど、熊手の出店があるんだよ、そこにね付き合いたてのカップルが行って、その人はそのヤクザかなんかなんだけど、すごく粋な人なの。で、昔の江戸時代とかの話だから、はいこんばんは、江戸時代とかの話だからさ、そのヤクザも慕われてたっていう設定なんだけど、でそこで出店に行って、その熊手かなんか買うか買わないかってやってる時に、そのお兄ちゃんが、おいおいおいって、これ一個いくらすんだいって、そうすると1万円だよバカ野郎って、1万円バカ野郎つうか1万円だよっつって、なんだよこの店、こんな熊手で1万円もするなんて高えじゃねえかよって叫ぶの、喧嘩っぽくすんだよ。そしたらなんだなんだって人だかりができるでしょ、バッカ野郎もっと負けろよっつったら掛け合いが始まるのよ、向こうもそれ分かって、でやんねこっちだってこの熊手ここどこどこで仕入れて、お前これ上等なやつだよって、お客さんこれが1万円で買えないなんて目がないねっつって、バンバン煽り合うの大声で、バッキャロこんなもん俺はどこどこ出身だよっつって、こんなのそんな値段するわけねえじゃねえかよって、お前祭りの時だけふっかけて敵屋だふざけんじゃねえよこの野郎っつって、うわーってやったら大ギャラリーができるのよ。でその時にうわーって言い合いして、敵屋つうかそのねお店の人が、なんだてやんねえって、じゃあ分かったよ負けてやるよ、いくらだいいねっつって、じゃあ5000なら買うよっつって、バカ5000なんか利益出ないだろっつって、舐めてんのかよこっちも商売だよっつって、じゃあ7500でどうだいっつって、そんなんじゃ買えねえよっつって、ね、いくらまで負けんだよ、分かったよあんちゃんっつって、じゃあ5000でいいよっつって、もう一声来いよこの野郎っつって、じゃあ分かった3000でどうだっつって、おう面白かったよ5万でどうだっつって、5万渡して帰ってくる。要はそのお店を盛り上げるためにわーってでやって掛け合いをして、この拍手が起こるシーンなのね、そこは。でこれがその粋ってやつでしょ、そう、こういうのがかっこいい、なかなかできないじゃん、そう、バカ野郎熊手を安値切って買うバカがいるかっつって、そう、そうそうないようなもんだから。でその熊手を彼女にプレゼントするっていうくだりがある。でその客席から粋だねっつって、でその熊手が繁盛するっていうシーンが出てくるんだけど、だけどこの小説悲しいんだけど、このこの粋なお兄ちゃんは見栄張ってて奥さんがいてっつって、
本当は見え張って女の子に貢いでただけだったのね。で、それが別れて、そう、別れるっていう、その切ない物語なんだけど。まあ、その一説に粋のシーンが出る。粋って何なのかっていう。母方の家業なんだ。だから、そういうことができる。まあ、それをしろとは言わないけど。まあ、かっこいいよね。粋がってるのと粋は違うね。粋な人少なくなったもんね。粋な人ね。だから例えばさ、おお、てめえ、ワドつまんねえ、配信してんなーってふっかけてきて。なんだてめえつまんねえ、俺の話わかんねえんだろっつって。わかるわけねえだろっつって。おめえ頭悪いなって。おめえの方が頭悪いんだよっつって。お前が俺に本当に面白い配信者だったら花火投げてるわって、ブワーって煽り、あって。最後花火グレート、ファンタスティック、バーンって投げてみ。ここにいるリスナー100人が全員この人粋だねって言うでしょ。そう思わない？お前の配信全然面白くねえな、この赤毛のより目ってふっかけてきて。そんなことできるリスナーがこのな、今いる？ それを生きつんだよ。そんなんいないよ。それがかっこいいっつうの。それはアンチでさすがだねってみんな認めるよ。それがゲームよ。かっこいいよね。言いたいことだけぐちぐち言って、都合が悪くなったら去っていく。もうくだらないにも程があるぞ。粋がってるだけでしょ。お前つまんねえなっつって。どこがつまんねえんだよっつって。いやー、つって。テルお疲れい。ありがとね。お疲れ。そんな粋じゃねえ人間と絡むつもりはねえよ、こっちは。だろ？どうでもいいよ。俺は粋な人間になりたいから。かっこよくなりたいから。自分が追い求めるかっこよさね。世間体のかっこよさなんかどうでもいいから。それは媚び売ってるだけだから。人を道具として見てるだけだから。俺は自分がかっこいいと思う自分がいるのよ。そこに向かってひたすら走ってる。それでいいと思ってる。他人の評価なんか全然気にしてないよ。かそらせてみろよ、アンチが。かそらせてみろよ、アンチ。俺が何年やってて何人閲覧3桁キープできてんだよ、バカが。使えねえよな。閲覧7とかにしてみろよ。無理だから。はい、キースさん、粋だね。花火ありがとう。お疲れい。しょっぱな花火投げちゃうなんて粋だね。ありがとう。お疲れい。メガホンありがとう。はい、初見さんいらっしゃい。どっかで見た顔だな。大花火ありがとう。はい、ありがとう。和道さんの粋な生き様ってどんな？例えばね、配信者でしょ。配信でかっこいいところを見せない男でありたいね。かっこ悪くてかっこ悪くて、オフで会った時に、かっこいい。カメラ回ってない時にリスナーさんと会って、この人かっこいいって、言うなよって。今日の会ったことは言うなよって。俺は配信でキャラクターがあるから、ポンポンって背中叩いて、ありがとね今日はっつって去っていく男になりたいね。かっこ悪くてもいいんだよ、ピエロでもいいんだよ。俺はジョーカーになりたいのね。俺は自分がジョーカー、カード、トランプに例えるんだったらジョーカー。王様にも、どのカードにも勝てるカードでありたい。ただ、ジョーカーっていうのは、何の役もない。
何の数字でもない。ジョーカーってピエロのマークでしょ。俺はトランプだったらジョーカーが好きだね。別に俺のことを好きに思ってくれていいよって。俺の肩書きだの、何なら相性だの、お前らが決めろよって。俺はただの何でもない男だからって。俺のこと先生って呼んでも、より目って呼んでも、詐欺師って呼んでも、かっこいいお兄さんっつっても、乞食って呼んでも何でもいいよ。俺はジョーカーだから。何にだってなれるのが俺は配信者だから。ええやんっつって。それは俺はかっこいい生き様だと思うよ。分かる人に分かればいい。分からないやつには何言っても分かんねん。理解できるやつがそばにいるほど幸せなことはない。あとは取り巻きだよ。アンチだとかなんだとか言ってんのファンですとか言って、バカじゃねえのかっつって、後ろに並べって。何がファンだって、1回や2回見てかっこいいなの何なのって、3年見ろバカ野郎って、うちの歴史何年だと思ってんだって、老舗だよバカ野郎って、並べって一番後ろで、一番後ろの席にファンの席が空いてるよって、最前列はもう埋まってんだよって、出しゃばってんじゃねえって、3年ロームレ。 ドレイズムじゃないよ。ドレさんっていうのは、自分語りをしてるけれども、めちゃくちゃ引用、あの人勉強熱心な人で、俺からパクってることっていうのはいっぱいあるの。金映えさんからパクってる、新八丁から、光くんから、いろんな人から。あの人の最大の魅力っていうのはドレイズムじゃない。あの人は吸収力が半端じゃない。勉強かな。ドレイズムじゃない。和道イズムをどれがパクったんだよ。本物はこっちだよ。どこがドレイズムなんだよ。失礼だろ、お前。どこのプップクプーと比べてんだよ。こっちがオリジナルだよ。本当に引用されてんだから。だから言ってやるよ、じゃあ。俺はドルさんの放送見てないけど、ドルさんは俺の放送を見てるんだよ。これでわかるだろ。これが本物なの。俺は、俺のこと大好きな配信者、ロムってる配信者何人いると思ってんだよ。俺が見てるっつってんのは、見てるって言ってる人だけだよ。まっすぐだよ。俺は上とか下とかくだらないから。自分のやるべきことを思ってる人間、ゴールを見定めた人間っていうのは、そこに向かってまっすぐ歩くだけ。上も見てもキリねえよ。下に見てもキリねえよ。下の方が多いけど。俺は自分の道まっすぐ生きてるだけだよ。他人なんか関係ねえよ。誰かと比べて仕事やってるわけじゃねえよ。でしょ。誰々が上だ、誰々すげえって。上にはキリなくいるよ。下もきりなくいるよ。そんなん見てても何にもなんねえ。立ち止まってるだけだろって。まっすぐ自分のやるべきことやるんだよ。そこにしか俺は関心がないの。興味がない。どうでもいいの。なんでかっつったら、上も下も別に俺とは関係のない生き方だから。俺のやることとか俺のゴールが面白いと思ったらついてこいって話だよ。見れやいいじゃんって、参加すればいいじゃん、関われやいいじゃん。どうでもいい。俺は自分の道しか見たくない。まっすぐだよ。どうでもいい。だから誰々さんがとか、誰々さんが面白いんだったら誰々さん見ればいいだろ。お前俺の放送向いてねえわって。そうだろ。誰々と比べてトークスキルねえなって。だったらそっち見ればいいだろ。二度と来んなお断りだてめえ。なんか分かるようになってから来いバカ野郎って話でしょ。ありがとう、トト。ありがとう、花火ありがとう、トトさん。嬉しいね、ヘビーで見てくれるのはね。まあ残念ながら俺のコンテンツではないんだけどね。
ハートありがとう、バレるよ。どうでもいい。自分がやりたいことやって何が悪いんだよ。俺の人生は俺が責任を持って生きてるんだよ。監察とか傍観者とか野次馬にとやかく言われる筋合いなんか一つもねえよ、バカ野郎。黙って見てろ、指くわえて。それか2チャンネルでも行け。仲間がいっぱいいるよ。雑談たぬきと2チャンネルに情報取られて、時間取られて、養分となってる人生行けよ。これかっこいいでしょ。これパーカーっつうか、これ本当は水着なんだよ。これ本当は水着なんだよ。捨て頃の時とか、着てるけど、スポーツウェア持ってないのね。かっこいいだろ。水着を着ちゃうんだぜ。水着なんだよ、これ。ハーレーっていう、ナイキが買い取ったブランドかな。ハーレー。ナイキの、ナイキのマークを入れないで、ハーレーっていう、ハーレー水着で調べたらいっぱい出てくると思うよ。ただ、水着は水着だけど、1万6千円。ありがとうございます。そう、ラッシュガードね。水着だけど、1万6千円だから。違うよ、アノニマスさん。何を着てるかじゃないの。何を着てるかじゃないの。誰が着てるかなんだよ。わかる？ここ重要よ。俺がユニクロ着たらかっこいいくなんだよ。何を着るかじゃない。誰が着てるのか。俺がだって買ったっつったらみんな真似すんだから。ふぅ。ふぅ。でもそうだと思うよ。本当に体が仕上がってる人は T シャツ1枚でかっこいいんだよ。でしょ？できない営業マンほど資料を詰め込むんだよ。不安だから。口説き落とせねえから。できる営業マンは手ぶらで行くよ。孫正義がさ、書類出した瞬間ダサいぞ。孫正義は俺と一緒に授業やろうって、世界を変えようって、やりましょう、終わりだよ。だろ？スティーブ・ジョブズが新しい授業を立ち上げるって、俺と一緒にやるか。やりたいやつ並べって。 終わりだよ。できるやつは書類もいらない。じゃあちょっとね、俺コーヒー買ってくるから、俺がいかにかっこいいかをのんちゃんに語ってもらうわ。ちょっとのんちゃん、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 のんちゃん起きて、のんちゃん。ちょっとコーヒー買ってくるわ。
ただいま。孫さんかっこいいよね。ね、孫さんもアンチ多いけどね、韓国人だからね。でも孫さんより稼いでる人は少ないよね。おい、GK ありがとう。花火ありがとう。中ちゃんいらっしゃい。メガホンありがとう。ステコロ高画質動画ありがとう。ん？ステコロ同窓会の。ステコロ同窓会？ああ、うん。ありがとう、ありがとう。おい、匠さんお疲れい。ワダツー。ああ、バーガーありがとうね。やべ、匠さんにお金振り込んでねえわ。ごめん。ちゃんと振り込むから待ってて。催促して。ほんとごめん。匠さんにね、インセンティブ払わないと。悪い悪い。お疲れ。俺はね、あんまりね、配信者って言い方好きじゃないよ。一部の肩書きで配信家っていうのを名乗ってるけど。配信業っていうのも。ごめんね、たくみさん。配信業っていうのも、なんか、ピンとこないし。配信者じゃないんだ。俺は飯食ってんだよ、これで。配信家なんだよね。あ、そうなんだ。安田って名前だったんだ。通名だから変えられんのかな。でもね、チャムよりは稼いでるよ。残念ながら。だからね、結局ね、その、スターとかって僻まれるんだよ。もうこれはしょうがないよ。有名になった証拠なんだよ。そう。俺のこと本気で嫌いなんじゃない？顔も良くて、金も稼げて、人気者で、欠点がないわけじゃん。だからね、俺のこと揶揄したくなる気持ちはわかる。勝てないから。そう。俺よりもファンが多くなるなんてありえないでしょ。俺よりも女にモテるなんてありえないでしょ。俺よりも配信で稼げるなんてありえねえんだ。だから羨ましくてしょうがないんだ。だったら指くわえて後ろに並べって話でしょ。羨ましいやつほど最前列に出てくる、どんだけずうずうしいんだよって。指くわえて見てろ、この野郎。関わる気なんかねえよ。そんなかっこ悪い惨めな生き方なんかできねえよ。そうだろ。いや、実際叩かれ、俺が叩かれてんのそういうことだと思うよ。実際俺が叩かれてんのそういうことでしょ。羨ましいんだ。俺は自分の努力で全てを手に入れた。自分が戦って勝ち取ってきたものだから。じゃあ分かった。分かった、チャム。チャムは世の中にどんなサービスを提供し、どんなコンテンツをし、ね、提供して、どんなコンテンツを生み出して、どれくらいの人に喜ばれて、どれくらいの人に感謝されて、社会を変革し、人類を進歩させてきたのかを聞かせてくれ。俺はそんな話が聞きたいね。俺はチャムのそんな話が聞きたいよ。いかに孫さんより優れているのかを聞きたいね。君が普段何をし、何を生み出し、どれだけ多くの人を喜ばし、その話をしよう。さっきも言ったろ？人の足引っ張ったり悪口言ったり、鏡の前に立てよ。鏡の前に立てよ。孫さんを揶揄する資格はチャムにはあるのか？耳が痛い？君がどんな功績、どれだけ税金を日本国に納め、俺は部屋の隅っこで体育座りしてるだけだよ。指をくわえて後ろに見てろ。孫さんのことを語っていいのは孫さんと同レベルか。もしくは孫さんよりも功績を残した人間だけだろ。
部屋の隅っこでずーっと人の人生傍観してこいつバカだなーっつって死ぬまでやってろ、お前は。それがに世界のためなんだよ。わかるか？部屋の隅っこで黙って死に際にもっと俺なんかできたんじゃねえかっつって悔しみながら死になさい。そうだろ。それが嫌だったら変えろ、自分の人生を今すぐ。数名使ってる人間の方が優秀ってどういうことだよ。今すぐ消えろ。お前より孫さんの方が日本国にどれだけ税金を納めてどれだけ社会回してるか。お前が使ってるインターネットが安く使えるのは孫さんのおかげなんだよ。勉強してから来い。お前がやってんのはただの人格否定と差別主義だよ。俺はお前と孫さんどっちに会いたいっつったら間違いなく孫正義さんに会いたいよ。お前とは会いたくねえわ。部屋の隅っこで体育座りでもしてろ。もしくは2チャンネルでやれ。そんなのは。くだらねえ。お前の生き方を軽蔑してやるよ。喜べ。お前の生き方、お前の名前は多分俺は死ぬ時には忘れるだろうけど、お前は死ぬ時に俺の名前は覚えてるだろうな。それがお前の生き方だよ。初見さんいらっしゃい。お前はただの差別主義者として死ぬんだよ。歴史には残らないから安心したまえ。成功してる人間は人のことを叩きません。なんでかっつうと自分が叩かれるから。成功してる人間数多く見てきたけど、人のいいとこだけ探してるね。幸せをばらむこと人間ばっかりだね。本当に。人のことを叩いたら自分に返ってくるっていうのが分かってる。そう。だから関わらない。そういう負のオーラを持ってる人間とは。俺は孫さんに文句なんかないよ。ないよ。少なくとも俺よりもはるかに優秀で人類に貢献してる人間だと思うから。俺が死んで困るやつはせいぜい俺のファンぐらいだろ。孫さんが死んだら困る人はいっぱいいるんだよ。俺はそれを分かって言ってるから。チャムみたいなバカとは違うんだよ。一緒にすんな。自分を知ってるんだ。人の悪口言うやつなんかコンプレックスの塊なんだから。カレオいらっしゃい。俺が死んでもカレオは困んねえだろ。うちの旦那も成功者だと思ってる。そう。孫さんは世界で会社を持っていますが、本社は日本にあって、莫大な税金を日本に納めてますよ。そう。だからそういうの分かってないんだ。いいんだよ。韓国人だから叩かれてんだよ。あの人の原動力は絶対に韓国人だっていうのはあるはずだよ。だから絶対この日本で見返してやるって。あるはずだと思うよ。それをバネに変えた人なんだよ。強い人なんだよ。日本でさ、ベンチャーでさ、こんだけの上場企業を作った人がいる？今。いないよ。ありがとうございます。俺はもともと孫さんの先輩と授業をやってたの。孫さんの先輩から孫さんの昔のエピソードを、リアルなやつね、本とかに書いてあるとか、メディアとか芸人とかが言ってる嘘の情報じゃなくて、上場企業を立ち上げて孫さんと一緒に事業をやってた人、孫さんの先輩から俺は事業を教わってたの。語彙力ってどうしたらいいと思いますか？あのね、語彙力にはこだわらなくていいと思うよ。なんでかっていうと、言葉っていうのは表現だから。そう。もし語彙力が足りないと思ったら踊ればいい。歌えばいい。語彙力が全てではない。ただ、社会人として語彙がなさすぎるっていうのは、要は文字を読んでないとか、関わる人間が悪いとか。女子高生とかね、昔、チョベリバーとかさ、なんだかんだって流行ったでしょ。要は短縮した言語でわけのわかんない言語を唱えていた。IQ 低いでしょ。で、それを恥じるんだったら、
インテリと話しな。うん、語彙力のある情報コンテンツを見るとか、本を読むとか。そう、語彙力がないんだったら踊ればいい、歌えばいい、顔で笑顔になればいい。それでも気持ちは伝えられるから。それもできなくて、さらにそれで語彙を高めたいっていうんだったら、もうひたすらその質の高い情報コンテンツに触れる。本を読むのは大事なことだよ。俺はやっぱりその本の中で、そう、知らない言葉が出たら辞書を引くっていう、まあ当たり前のことだけど、辞書を引いて紙に書いてたのよ。でも別に語彙力が全てだとは思ってない。俺は本は全然読まないよ。本は全然読まない。人よりもすごく少ない。しかも叩き上げでドコモを駆逐する勢いの会社を作り上げたのはモンスターだよ、孫さん。めちゃめちゃモンスターだよ。化け物だよ、化け物。化け物。人に何かを伝えるときに難しい専門用語とかは別に必要ないでしょ。大事なのは、俺は喜怒哀楽を伝えることがすごく大事だと思って。アイメッセージ、ユーメッセージっていう専門用語があるんだけど、自分の気持ちを伝える言葉を作れる人っていうのはすごく優秀なのね。喧嘩をするとき、お前はさ、お前の悪いところこうだろうとか、お前はって、こういう喋り方をする人っていうのは人に嫌われる。人に好かれる人、響く人っていうのは、俺は嬉しいって、お前と一緒に入れて俺は嬉しいって、お前がね、授業で成功して俺は嬉しいって、誇らしいよって、恋人にいつも綺麗でいてくれてありがとうって、本当に美味しいよって、俺嬉しいよって、俺悲しいよって、逆に辛い時は、君がそんなことしてると俺は悲しいよって、響くでしょ。自分の気持ちを伝えればいい、素直に。ちなみに突発的に思いつき発言する癖が治らないんですが、どうしたら改善できますか？ティッシュはなんで俺にそれを聞いてるのかよくわからないな。改善できるかできないかじゃなくて、改善するかしないかですよ。できるかできないかで俺は物事を考えてない。俺はやるかやらないか。できるかできないかじゃない。やるかやらないか。改善するかしないか自分で決めなさいよ。知らないよ。できるかな、できないかなって一生悩んでればいいじゃん。改善するって思ったら本読むだろ。自分で決めなよ。俺がじゃあできると思うよっつったら、人のせいにするんだぜ、できなかったら。やっぱできなかったじゃんって。っていうか、まず人の生き方を参考にしてるとか、アドバイスもらおうっていうのは、俺は好きな考え方じゃないんだよ。やるかやらねえかなんだよ。で、やらないやつは何も変えらんないんだよ。悩みほど無駄なものはない。変えたいと思ったら変えればいいんだよ。変える気がない、やる気がない。知らないよ、そんなの。やるかやらねえかだよ。変わるまでやれよ。自分が嫌いなところがあるんなら、好きになるまでとことん向き合えよ。お前よりはね、成し遂げてると思うよ。じゃあ、お前が成し遂げたものを言ってみろよ。言えないだろうけどね。何もやってないから。画面の前で張り付いて口だけは達した。お前のことだよ、それは。鏡を見てみろ。お前がやってきたコメント全部並べて読み返せ。俺は行動してきたわ。まあ、お前は自分と向き合ったことが一回もないから、そんな生き方になったんだろうけどな。おめでとう。2チャンネルでやれ。タヌキでやれ。じゃあな。お疲れ。ブロックです。自分のこと人に聞いてる人間は何も変わらないし変えられない。もう変えらんないよ。変える気ないんだもん。メガホンありがとう。お子ちゃま、お子ちゃまの枠行けよ。ここは自立した大人。そう、俺の話が理解力のある人間。そう。人類の中で2%ぐらいしかいないだろうな、日本人の中で。だから閲覧が少ねえんだよ。閲覧が少ない中で3桁叩き出してんだよ、こっちは。
こんな面白いコンテンツを理解できる人間が100人集められんだよ。くだらねえ炎上芸でも何でもやってろよ。くだらねえから、警察沙汰でも。誰かと別れたとか、付き合ったとか、財布が盗まれたとか、殴ったとか。くだらねえよ、バカが。ガキのコンテンツはガキが見るもんなんだよ。大人になれねえやつはうちに来んな。困らねえから。金持ってねえんだろ。言い訳だよ、それは TC。変える気ないわけじゃないって言って一生悩んでなよ。死ぬ時に俺の言葉気がつくよ。俺はやらなかったわって。目標を持って仕事するのはいいことっすね。くだらねえコンテンツ見りゃいいじゃねえか。5万とあるよ、くだらねえコンテンツ。俺の話が面白くねえって思うんだったらお前の問題だよ。なんでか教えてやろうか。150人俺の話が面白いと思って聞いてんだよ。だろ？結果が出てんじゃねえか。その理解力もねえんだったら2ちゃんに行け。お前が面白いと思うくだらないコンテンツは5万とあるわ。お前にはお似合いだよ。2ちゃんで一生書き込んで死ね。インターネットは自由だとか言ってほざいてろ。俺にとってインターネットは電話とか、インターネットは電卓とか、定規とか、黒板とか、鉛筆削りとかと変わんねえんだよ。ただの自己表現するためのツールなんだよ。別にネットがなくたって生きていけんだよ、こっちは。ネットに頼ってネットに食われて死ね。だろ？ここは少なくとも課金サイトなんだよ。ツイキャスはいいぞ。ただなんだろ。どんどん行け、ツイキャスに。生き方を変える変えないは個人の自由だけど、悔いが残る生き方だけはしないと俺は思う。ああ、素晴らしいね。俺も自分で決めてる考え方があって。反省はとことんする。こんばんは。反省はとことんするけど、後悔は絶対にしない。後悔は自己否定だから。その代わり全力でやる。今を全力で生きる。これだと思ったことはちゃんとやる。精一杯やる。命を使う。だけど、ね。命を使う。だけど、ね。反省はしてより良くしようっていうのは大事だけど、後悔はしない。過去は変えらんないから。後悔ばっかりしてるやつ見てみろよ。前に進めなくなるんだよ、怖くて。だから反省はしても後悔は絶対しない。お前の生活はネットで成り立ってるんだから、ネットなしでは生きられないはずだよ。俺別に生きられるよ。なんでかって言ったらネットがなくても生きてたから。ネットがなくても生きていけます。はい、以上です。ネットに依存してるお前とは違うんだよ、チャム。だから言ったろ、体育座りして後ろで見てろと。お前に発言権なんかねえんだよ。お前が死のうが困らないんだって、ここにいるリスナーも俺も。つまりお前はね、世界で歯車にすらなってねえんだよ。わかるか、ちゃん。誰もお前が死んで困らないってことは、お前はいなくていい存在なんじゃないの？だったらおとなしく指くわえて部屋の隅っこで体育座りして、寝るときにせんずりこいて、FC2 動画見てよ、せんずりこいてよ。なあ、そうやって生きてけよ。お前はリアルな女も抱けねえだろうな。体育座りずっとしてる男なんだから。黙って見てろよ。何回言わせんだよ。お前が俺に物申せる立場だと思ってんのか？自分の身をわきまえて発言しろよ。お前の言葉が俺に届くと思うのよ。まあ、俺の言葉が悔しくて、キラキラしててかっこよくて、羨ましくて、その素直な気持ちを俺にぶつけろよ。俺もアドみたいに生きたいって。もしそう思えないんだったら消えろ。お前はいらない。俺のリスナーにふさわしくない。そうじゃねえのか。尊敬できない相手ずっと眺めて面白いか。お前の生き方だろうな。下の人間を見つけよう、見つけようって。悔しくないのか。惨めじゃないのか。何のためにお前は生まれてきたんだ。そんなためにお前を育てたのか、お前の親を。なあ、
生まれてきた意味がないような生き方をするぐらいだったら消えろ。バカ野郎、昔からこういう発言をして、しっかりやってきて、行動してきて、発言をしてきて、だから今があるんだよ。お前とは違うんだよ。根本的にお前と生き方が違うんだよ。お前は見下してるつもりでマウンティングをずっと仕掛けてきてるけど、俺の生き方には何の関係もないぞ。俺が生きてきて今手に入れてる、稼げてる。稼ぐことはいいことだろう。稼ぎ出したらこうなんだ。違うね。俺は金が稼げない頃から、しっかりと自分を持って、やるべきことを毎日淡々とやって、リスナーさんと向き合って、で、俺和道好きだわ、応援するわ、で、ファンになってもらえて、そうして稼げるようになったんだよ。お前は体育座りをしてるだけじゃねえか。そうじゃねえのか。人の配信に口出してつまんねえだの、面白くねえだの、変わっただの、変わってねえだの、お前の生き方に何の関係があるんだ、俺の生き方と。な、少しお前に今一番必要なのは鏡だよ。インターネットのモニターを鏡張りにして自分のこと1時間ずっと見てみろ。その後に俺を見てみろ。どんだけお前は惨めな思いをするだろうか。何もしてこなかったんだよ。チャム、教えてやるよ。お前は正しいよ。唯一負けない方法は戦わないことだよ。お前は一回も戦ってないんだよ。俺は確かに何度も失敗した。何度も負けた。だから強くなったんだよ、お前より。負けたくなきゃずっと後ろで体育座りして戦わないで生きろ。お前とは違うんだよ、何度も言うけど。お前は無敵だよ。戦ってないけどな。一回もな。俺は戦って負けて悔しくて泣いて、で、いつか勝てるようになる男の方がよっぽどかっこいいと思うけどね。戦ってない男はモテないぞ。稼げないぞ。みんな戦ってんだよ、うちのリスナーは。お前一人が壊していい空間じゃねえんだよ、バカが。戦ってないやつが発言するってどんなことだよ、お前自分が世界の神だと思ってるのか。なあ。はい、こんばんは。お前は自分は世界の神かなんかだと思ってんのか。自分がやってることは全部正しいと思ってんのか。どっかで発言してみろよ。お前人集められんのかな。人が聞く耳持ってくれんのかな。賛同してくれるのかな。どれだけ仲間ができるか、お前の思想に考え方に。お前にはできないよ。なんでか言ってやろうか。お前には思想も何もないから、ポリシーも生きがいもないんだよ。プライドもねえんだよ、お前には。だろ。お前は負けるのが怖くて逃げ続けてんだよ。そうじゃねえのか、チャム。誰かの思想に乗っかって自分の思想家のように生きてるだけだよ。消えろ。俺は負けても失敗してもそれを諦めなければ俺は経験だと思ってるから。むしろ失敗は多くした方がいいと思ってる。若いうちにね。大人になると怖くなるから。10代の人間がもし聞いてるんだったらとことん失敗してほしい。俺は失敗した分だけ褒めるよ。なんでかっつったらお前が挑戦した数だからだよ。挑戦する人間を嘲笑うようなやつ見てみろよ。そんな大人になりたくねえだろ。一生懸命生きてる人間をバカにする人間になりてえか。どっちの人間になりたいかよく見定めろ、10代の人間は。で、どっちか決めたら、かっこ悪い大人になるか、かっこいい大人になるか決めたら、あとは学べよ。あとは行動だよ。俺はニコ生を捨てたんだよ。ニコ生の方が面白かったんだったら今すぐニコ生行け、バカ。ここはふわっちだよ。なあ、みんな。なあ、そうじゃねえの。ここはニコ生じゃねえんだよ。
いつまで過去にすがってんだよ。ダセーよ。今を生きろ。今面白くないんだったら去れ。俺は今を楽しめる人間ととことん楽しむだけだよ。タイムシフトでも YouTube でもずっと見てりゃいいじゃねえかよ。うん、ニコ生のワド君は面白いなーって。俺は次のステージ行くから。じゃあな。ニコ生にまだ勝ってない。うるさい。本当に。体育座りしてな。体育座りをしてな。俺、ニコ生に未練なんか全然ねえから。風船ありがとう。俺、ニコ生と勝負してないし。まあ、俺にね、こんなこと言うぐらいだから、ニコ生に勝ったっていうね、お花畑くんなんだろうね、シャム君はね。俺はニコ生に勝った。和道はまだ勝ってないって。俺にはちょっとわかんないわ。君、俺の放送向いてないよ。ニコ生に勝ち続ける人生やってきなよ。仲間がいるんだろ、向こうに。お前、向いてねえよ。さよなら。どうぞニコ生行ってください。さよなら。ニコ生がお似合いだよ。じゃあな。過去にすがるやつは成長できないってことをもっと理解した方がいい。じゃあなんでニコ生の配信者がふわっちにこぞってきてるのかっていうのをね、わからないんだろうね、多分ね。チャム自身がニコ生リスナーだっていうプライドがあるけど、ふわっちでコメント書いてること、もう自己矛盾だらけなんだよ、彼は。で、ニコ生は面白かった、ニコ生は面白かった。ニコ生見りゃいいじゃん。だ、なんで今ふわっちいいんだよって。お前、言ってることとやってること全然ちげえじゃねえかよって。こんにちは。そうじゃないの。いや、群れなきゃ何もできないっていうことは自分の生き方否定してるだけなんだよ。いつも言ってんじゃん、こうやって口だけ出すんだよ、チャムってやつは。今泳がせてるけど、もうブロック入れるけどね、こんなやつ。いらないから。なんでか教えてあげようか。アイテム投げないもん、こいつ。一生俺、チャムってやつニコ生から見てるとか言ってるけどさ、こいつ何の貢献もしてないもん。 だろ。こんなゴミと俺が付き合うと思ってんだよ、こいつ。こいつ、俺のこと少なくとも対等だと思ってんの、俺と。バカだろ。見なきゃいいっつってんだろ、バカか、お前。見なきゃいいんだよ。なあ、もう一回言おうか。見れなくしてやろうか。なあ、言っとくけど、ログアウトしてももう見れないからね。ごめんなさいって、和道が大好きです。応援してますって。本当に好きです。だからどうかブロックだけはしないでください。お願いしますって。もうアンチコメントも控えますって。今すぐ書け。じゃあ、お前次のコメントでブロックだわ。正直言ってやるよ、チャム。俺、お前いらねえから。俺、お前いらねえから。お前に何の関心もない。お前がどうしようが何しようがくたばろうが俺の人生と何の関係もないんだよ。お前は気づかないかもしれないけどな。わかる？謝れ、今すぐ。僕のファンです。大好きです。どうかブロックしないでください。あなたのことを見続けたいんです。今すぐ書け。20秒やるよ。20、19、18、17、16、15、14、13、12、11、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、さようなら。ニコ生にお帰り、ブロックでーす。
お疲れ様です。知らねえよ、ニコ生がとか、何々がとか。そんなん知ったこっちゃねえよ、俺にとっては。ゴミみてえなリスナーに構ってる暇なんかねえんだから。ねえ、みんな。SM プレイじゃないよ。言いたいこと言ってるだけ。言いたいこと言うために生まれてくんだから。いいんだよ。本当にいなくなってもいいと思ってるから。別に閲覧増やそうと思ってやってるわけじゃないの。閲覧増やすためだったらこんな小難しい話しないよ。もっとバカ向けにやるよ。偏差値40向けにやるでしょ。だろ？世の中バカばっかりなんだから。バカ向けにコンテンツやった方が売れるっしょ。だね、残念なんだよね。偏差値40の人間は稼げないんだよ。残念だよね。俺、飯食うためにやってんだわ。人数少なくても偏差値60以上相手にするわ。はい、ありがとう。ハートありがとう。かまってんじゃんね。病気なんだよ、病気。病気、病気。部屋の中でしかさ、コメントの中でしか自己表現ができないんでしょ。お疲れっす。まあ、そんなの俺、ハマってる暇ないよ。病院行けって話でしょ。病院だって金かかるぜ。そうじゃないの。別にこんなぐだぐだ言ってるチャムみたいなやつが死のうが生きようが俺の人生に何の影響もねえんだから。俺は話すべきことがあるんだよ。リスナーさんと語り合うべきことがたくさんあるんだよ。あ、ありがとう。ありがとね。はい、どうも。初見さんいらっしゃい。いろんな話できるようになりたい。俺は思ったことを言ってるだけだよ。本当に。人よりもさ、その経験が、あ、フォローありがとね。フォローありがとう。人よりも、まあ、その壮絶な人生と言ったらいいかさ。人よりも濃い人生を生きてきたから、語れることが多い。体験でしか語ってないから。フォローありがとう。あ、好き？ありがとう。いや、だから、ここは別に俺のこと好きな人だけ集まればいいと思ってるから。別に嫌いなやつはね、来ないだけだから。俺のこと嫌いって言ってんのが好きになるわけねえじゃんな。嫌いなら見なきゃいいんだよ。俺は嫌いな人間を好きになれるほど人間できてねえもん。知らないよ。アイテムくれるファンと俺のこと好きな人間だけで固めてくよ。アマチュアで配信やってんだったら閲覧欲しいだろうけど、これ飯食うためにやってんだからさ、強制退場でしょ。俺は人に依存する人間嫌いなんだよ。だから俺ね、他の配信者っていうか、俺別に配信者に憧れて配信やってないんだよ。俺リスナー一回もやったことないで配信始めた人間なのね。よくあるじゃん、誰々さんに憧れて入りましたって。知らないよ、リスナーやったことないんだもん。こんなさ、素人がやってるさ、ただの表現ツールでさ、ツイッターに上げてる写メ見てさ、あ、誰々さんも写メ上げてるんで僕も写メ上げようと思いました、尊敬してますって、頭おかしいんじゃねえのって思うでしょ。配信で言ってることってそういうことだよ。あ、誰々さんのインスタグラム見て私もインスタグラム始めました、バカじゃねえの本当に。勝手にやってろよって。偏差値低すぎるだろ。誰かと比べてやってない。テレビ電話みたいなもんなんだから。薄っぺらい炎上芸見るぐらいならここにいた方が俺の知らないこととか勉強になるんだよね。
俺はだから自己表現して、その自分のコンテンツをやりたいと思ってんの。インターネットのルールなんか俺には関係ないじゃん。インターネットの歴史があって。知らないよ。なお前らが勝手に作ったルールだろう。俺は自分のルールで生きてんだよ。自分がやりてえと思ったことやって、やりたくねえと思ったことやらない。ただそれだけだよ。俺のこと嫌いでなんで関わろうっつうのか俺には分かんない。なお得意の2チャンネルとか雑談たぬきとかニコ生とか好きなもん見りゃいいじゃねえかな。ネモさん、それは間違い。完全なオリジナルの人間なんて世の中に存在しないんだよ。俺のこの肉体ですら父親と母親のコピーで。で、先人たちの人類の生きてきた歴史の中で日本語を使ったりとかさ、知識っていうのは全部コピーなの。ただね、誰の真似でもないっていうか、感性っていうかね、これ本物の人間しか持ってないんだけど、自分の心に従うことができる。直感。そう。俺のゴーストがささやくんだよ。これはオリジナルしかできない。はい、ワドツ。だから誰かのモノマネをしてる人間じゃなくて、コピーはコピーなんだけど、それをチョイスする。選択ができる。自分のものにできる。それが本物の人間。学ぶの語源は学ぶから来てる。だけど自分のものにするには経験が必要な。行動が必要な。そうすると自然と出てくる。自分の言葉として。あ、自分の生き方できないやつは俺は知らない。ハートプレゼントありがとう。知らないよ。どうでもいいよ。まず配信見ないもんな。面白い人間がいない。まあ、少しはいるけど、あ、こいつ面白いなーって。でもまあ、配信は見ないね。くだらない。時間がもったいない。やるべきことがやれなくなるから。人に人生取られたくないし、時間を削りたくないんだよね。なんで俺こいつに人生、俺の限りある実りのある人生がこいつに時間捧げないといけないんだと。だって学べるもんなんかある？配信見てて人生変わったことありますか？ねえ、あります？ここの配信は別ね。ここの配信は別で。何かある？心に響いたこと、感動したこと、泣いたこと、笑ったこと、学べたこと、人生に役立ったこと、ないでしょ。ここは別ね。ここはもう実りしかないって決めてるから。ここはもう実りしかないから。ここは別ね。イノベーションが起こるわけだから。毎回毎回価値観が、こんばんは。毎回その人生が豊かになっていって、彼女ができて、俺の枠を見ると彼女ができると、これ本当なんだよ。彼女できませんって、和道さん悩み聞いてくださいって、3ヶ月後お前は彼女できてるよって、コンサルしたの。できましたって。金持ちになりたいです、和道さん教えてくださいって、本気でやるってコンサルしたの。月収100万になりました。もう本当なんだよ。彼女ができる、金持ちになる、幸せになる、悩みがなくなる。それはさ、だからさ、その配信のさ、悪いところさ、隣の家が火事になったら、火事だ火事だっつったら外に行って出てみるでしょ。警察はブーっつってパトカーで警官囲まれたら見ちゃうでしょ。それと一緒なんだよ。そこに学べるもの、感動するものある？ないでしょ。あ、火事だ。うわー、すげえ燃えてる。危ねえ、危ねえ。帰るか。終わりでしょ？野獣馬っつうんだよ。そういうの。そうだよ、トト。俺のところにいて、俺のヘビーリスナーだから、いいバイブレーションになって、いい生き方ができて、いい顔するようになって、彼女ができたんだよ。俺の配信は別。
和道さんの言葉にいくつも救われました。まあまあまあ、そうだね。だから言ってんじゃん、リスナーっていう言葉って意味わかるって。リッスンだよって、俺の話を聞けって、人生変わるぜって。分かってないんだよね。トイレ行ってくるわ。アンチコメント書かないで。はい、ただいま。レーをもう俺に花火投げろよ、お前。ふざけんなよ、本当に。何お前、プップクプーに花火投げてんだよ。腹立つわ、こいつ。お前、金持ってんだろ。ニコ生から俺のこと見てて、俺に花火投げねえ。どれに花火投げる？どういうことだよ、本当に。ここでも投げろ、お前。見てるくせに。はい、ただいま。投げる癖つけねえと投げねえぞ。ファンタスティック来い。釈迦は寝ないの。釈迦はね、俺のせいだね。夜行性になっちゃった。でももうすぐ寝るよ、俺も。疲れたから。ノルマ達成するまで寝れない。そろそろ100万稼ぎてえな、本当に。まあ、稼ぎてえって言ってるうちはダメなんだよな。稼ぐって腹決めてねえから。腹くくんねえと。稼ぎてえ稼ぎてえっつって夢見てるだけじゃダメなんだよな。俺は稼ぐって決めないと。でっかい太いリスナー掴んでやるから。今に見てろ。黒、白、赤しか着ないね。黒しか。はい、ミノムシさん、ありがとう。ありがとう。花火ありがとう。サンキュー。あざす。いつもありがとうね、ミノムシさん。ファンタスティック出したい。いいね。花火ファンタジストね。あ、でもめっきり見なくなったね。この前、ルサルクさんに思いっきりバンバン投げてもらったのが久々だったもんね。太い花火師どこ行ったんだよ。おい、2、3人いなくなってんぞ。どうした？嫌いになっちゃった？ まあ、いなくなった人間追い求めるのしょうねえよな。新しい太い花火師つかもうぜ。絶対100万稼いでやるから。やったらできるっていうのを見せてやるよ、本当に。まあ、そしたらって言われんじゃないの、また。100万稼ぐようになって変わったねって。にわかに。100万稼ぐ。バーカって。ワード、お前。タイムシフト見てみろよって。10万しか稼げてねえ。今の頃から100万稼ぐって宣言してるわ。ありがとうございます。カレー王様から、カレーの王様から花火いただきました。ありがとう。いいね。毎回投げてね。頼むよ。金持ちなのバレてんだから。金持ってんのバレてんだから。ダメだよ。むしろ、初米、その日の初米は投げるぐらいじゃないとダメだよ。その日の初米にいきなり投げるぐらいじゃないと。
過去は振り向かないですね。全く興味ないね。全く興味ない。例えば、俺が、じゃあ、オレオレ詐欺したこと、暴行したこと、銃刀法違反したこと、悔やんで、ね、悩んで、後悔して、別れた彼女のこと、そんな男についてくるか？ そんな男見たい？過去は変えられない。他人と過去は絶対に変えられない。俺は未来と自分は変えられると思ってる。そして変わった先には、他人を変えることはできないけど、影響を与えることはできると思ってんの。他人に影響を与える人間になりたい。俺は、ね、誰々さんを見て、僕も配信者になったんすよっていう配信者ヘドが出る。全然面白くない。普通。だけど、和藤さん見て配信始めたんすよっていうキッズはいっぱい作ろうと思ってるから。和藤さん大好きっす。和藤さんみたいになりたくて、和藤さんみたいになりたくて、配信始めたんすよ。いいっすねって言われる配信者になろうと思ってる。イヤホイはやだ。掛け声ダサいからやだ。俺はそういうのは、そう。ダサいとは思うけど、自分からの派生はいいかなと思って。バカな子っていうかね。かわいいじゃん、そういうの。過去を振り返ったところでさ、ベクトルの話、時間のベクトルの話なんだけど、未来に向かって脳みそを使うと考える。Think っていう。IBM の社訓なん、世界一短い社訓、Think ね。考えろって。ね。考えるになる。過去に向かって、後ろに向かって頭を使うと悩むっていうことに変わるの。俺は過去は一切変えられない。過去を変える気はない。気づいた。そのツッコミ待ってたんだけど、そのツッコミ3倍目っていうツッコミ待ってたんだけど、バカな子の話し方って書かれちゃったから返しづらかった。気づいてくれて助かったよ。報われたよ。過去は変えられないっていうのは受け入れろっていうことでもあるんだよ。だから俺は隠さないでしょ、過去にあったこと。俺はそういう人間だって。ただ反省はしてるし、今の俺を見てくれって、今の俺の行動を見てくれって、気に入ったんならフォローしてくれって、気に入んねえんだったら二度と来んなって。 大丈夫、光はバカな子。光くんはね、俺会った時、実はその閲覧キャスで200とか150とかの時に初で会ってるんだけど、太鼓判を押してんの。絶対君は大手になるよって。はるかに俺より行くって。絶対に行くって。もう分かってた、彼に関しては。これはね、言葉で、俺は今その配信だから言葉とかで表現をしてるんだけど、実は本当にすごい人とか、その見てるんだよ。で、実はドレさんにも言ってるでしょ、大手になれるって。で、俺外したことないんだよ、実は。こういうの、なんでかっていうと、すごい人たちに会って学ばせてもらってるから。何が違うのかね、できない人間とできる人間、何が違うのかって、もうこれね、言葉では伝わりづらいんだけど、おい、ワドツー、腹くくってるんだよ。光くんの目と発言と全部見て、あ、もう腹のくくり方が違うって。あ、もうどんなに誰が否定しようとも、俺が太鼓判を押すって。俺は目があるからって。俺は目利きだから、君は絶対大手になる。俺はもう確信してた。ドレさんも分かった。閲覧30ぐらいの頃に絡んでたけど、あ、この人行くなって。で、行くって言った人間外さねえから。行くって言った人間外さない。アメリカ人も軍曹も言ってたでしょ、俺。言った通りになるから。で、俺がダメだっつったやつはダメ。まあ、数々いるけど。数々いるけど、ああ、ごめん。今言おうと思ってたんだけど、俺は特定の名前を出すのが嫌だからこういう表現をしたんだけど、俺がダメって言ったやつは絶対にダメだから。
俺はね、人を褒めるときは特定の名前出すんだけど、人をディスるときとかは特定の名前出すの嫌なの。だからそこはリスナーさんに代弁してほしいんだけど、俺がダメって言ったやつは絶対ダメだから。俺が言えるのはここ。なんでかっていうと、その特定の人間をディスるっていうのは、そっち側の人間になるから、アンチ側の人間になるから、そういう思考を持ちたくないの。特定の人間を俺きっかけで貶めたくないの。そう。でも、ダメなやつダメなんだよ。できるやつできるんだよ。俺は目は利くぜ、はっきり言って。自信があるね。その俺の目利きが当たるっていうのを本当に理解してる人間っていうのがうちのリスナーだよ。ちゃんと俺のことを鵜呑みね、受け入れて、ちゃんと一回咀嚼して、結果を待って、あ、本当だわ。いや、目利きが人間、できる人間っていうのは目利きしかわからないわけよ。俺の目利きができない人間ばっかりは2チャンネルに行ってくれって話でしょ。ニコ生に行きなさい。やっぱりなんで和道さんがディスられてるのかわからないな。答え言おうか。トト。答え言おうか。俺の放送見たことないからだよ。答えはこれなの。俺の放送見たことない。偏見、レッテルを貼って、誰かがディスってるのを聞いて空気になってる。だからラッキーなんだよ、ここにちゃんと見に来た人は。自分で行動して、私が決める、じゃあ見てみる、あれって。真実っていうのは大体こういうもんなでしょ。噂に流される人間っていうのは流され続けるから、自分で取りに来たんだよ、情報を。そう、俺のこと知らない。そういうこと。ダメなやつはダメなところの周りに流されてる。理解できない。なんでか、洗脳されてるから。でしょ？この人の言うこと間違いない。大好き。すげえ。和道悪いやつだ。俺の枠に来たことあるやつ、俺のことディスってねえもん。あと、トト、もう一つ答えがある。俺有名なんだよね。もう一つは理由がある。世界中の全ての人に愛される人を見たことある？ないでしょ。俺有名なんだよね。俺は誰か分かんないけど、俺の名前を呼ぶ人いっぱいいるんだよね。それが答えだよ。嫌いで結構だよ。俺ね、あんまり配信者とか興味ないんだ、ごめんね。配信者、他の配信者の話はいいや。ごめんね。そういうのやってないんだ。本人に言ってあげると喜ぶと思うよ。面白いですねって。応援しますって。本人に言ってあげるといいと思うよ。そう、話題にすら上がらないから。俺有名なんだよ。あと、嫌われるのが怖くないね。嫌われるのが怖くて愛想を振りまく生き方なんかクソくらいだと思ってるから。そんなことやるぐらいだったら、サラリーマンとかやった方がいいんじゃない？俺サラリーマンできないんだよね。個人事業が経営者しかできないんだ。ごめんね。向いてねえんだよ、サラリーマンとか。
別に嫌いだの好きだのね、知ったこっちゃないよね。だって俺そいつの名前知らないんだもん。知らないやつにさ、悪口書かれても全然聞かないでしょ。知らない。好きかどうかなんか興味ない。媚び売る気ないから。俺は気まぐれな猫だから。腹減ったら飯食うし。甘えたい時は甘えるし。自由気まま猫だから。すげえ可愛いんだよね。餌くれんだ。野良猫なんだけど。にゃーって言うとね、花火が上がるんだ。にゃー いい人生だろ？いい人生だろ？嫌いなことやんないんだもん。難しい？難しくないでしょ、別に。嫌なこと、自分がやりたくないことやらないっていう。ただそれだけだよ。俺すごくシンプルだよ。好きな人と好きな時に好きな場所で好きなことを好きなだけやるんだよ。好きな人と好きなことを好きな時に好きな場所で好きなだけやる。それ以外のことはやらない。やらないにゃ。こんなシンプルな生き方ないと思うよ。つるみたくないやつはつるまない。好きな人との概念に外れるから。何が難しいんだろうって。っていうか全人類本当はそうやって生きたいだけなんじゃないのと思ってて。全人類が。ただ実行してないだけでしょ。実行するべきだと思ったからしてるだけで。好きなことだけやって、社会回んねえよとか散々言われたけど、回ってるんだよな。回ってるんだよ。あのね、社会とか地球とか回るぜ、勝手に。俺の予想だけど。俺が好きなことやったって、俺が世界の情勢さ、変えられるぐらいの力なんかないんだから。こういうゴミクズが一人ぐらいいた方がいいんだよ。おやすみ、トツさん、おやすみ。俺の都合なんか地球は気にしてねえし、宇宙は無限なんだよ。俺の意思でビッグバンも起こせないしさ、俺が死のうが生きようが何しようが好きなことや好き勝手生きても地球は回るんだよ。幸せだと思うよ。だって世界で一番かっこいい男が彼氏なんだもん。それ以上の幸せないでしょ。いや、本当に幸せだと思うよ、俺の彼女は。彼女は勘がいいんだよ。彼女は勘がいい。全くないね。後悔一つもない。十何歳だろうな。いくつぐらいからかな。17歳ぐらいからかな。16か17歳ぐらいから後悔はないね。後悔やめようって決めたの。できる人じゃないよ。やる人ね。なんか神に選ばれたみたいな言い方はやめてほしいの。俺が自分で決めたことなの。俺が行動したことなのね。それに対する責任も取ってるんだよ。俺4年間飯食えなくても頑張り続けたから。できる人とか、なんか才能があったみたいな言い方やめてほしい。俺は確実に行動したから。誰に何と言われようと。行動したからできただけだよ。誰でもできるんだよ。格闘技は続けてくれよ。いや、全部におけることだけど、俺がやりたくなくなったらやらないよ。っていうか、俺今回捨て頃最後にしようと思ってるから、格闘技やめるよ。今回捨て頃最後だよ。これはマジな話、ネタでも何でもなくて。格闘技はだから今回で終わりだよ。俺はやめるよ。で、これは最後ね。だって今回勝つもん。勝って終わりにするから。俺は前回負けたから、やり残しがあるからやるだけなんだよ。勝ったら意味ないよ。嫌いになったわけじゃないよ。俺はだから、そのさっきも言ったけど、後悔はしないけど反省はするって。要は未来に向かってるわけじゃん。負けたまま終わりたくないだけなの。勝ち癖をつけるために勝つまでやるんだよ。
な、俺は今回勝つよ。それで終わりだよ。負けたまま、このまま諦めたら嫌だから便所さんにお願いしてん。出させてくれ。このまま終わったら後悔するから。反省じゃなくて、あの時もう一回チャレンジすればよかったって。俺はだから勝ったらやめるよ。そして今回勝つんだよ、俺は。どんな相手だろうと。だから今回で引退ね。負けるっていうことを想定してないね。俺は勝つよ。俺は勝つよ。ここにいる人間、俺のファンはみんな思ってるよ。和道は絶対勝つって。そのためにトレーニングしてんだから。勝って終わりだよ。次だよ、次。格闘技で興行の舞台に立った。ね、次だよ。次行かないと。次行かないと、格闘技いつまでも続けるわけにいかないよ。俺にはやることがいっぱいあるんだよ。ワクワクすることがいっぱいあるんだよ。冒険しないと。人生はアドベンチャーだよ。俺にはやることがたくさんあるんだよ。勝つよ。そんないつまで経ってもさ、32だよ、もう。33、34って。ねえ、40歳、54歳。まあ、54歳はあれだけど、いくつまでになっても格闘技続けるわけにいかないんだよ。そう。俺はリングの上で勝ったっていう経験をしない限り、リングの上での勝ち方の話が一生できないんだよ。俺してないでしょ。説得力ないから。でも俺は一回ね、実績を作ったらできるんだよ。なってるよ。ね、俺は勝ったぜ。全力出したぜ。最高だぜ。リングになった後、レフェリーに手挙げられてって言えないんだよ、俺は。そんな恥ずかしい人生嫌だよ。でしょ？勝つと気持ちいいよって言いたいよ。だからやるんだよ。辛いよ、苦しいよ。殴られて楽しくないよ。やるんだよ、でも。勝つまでやるんだよ。俺は決めたんだよ。これ出れなかったら笑うよね。これで、ワドダメっつって。選手いっぱい決まっちゃったから、ワドダメって言われたら笑うよね。これはでも、次回の捨て頃で勝って引退するよ。次行く。やりたいこといっぱいあるから。自分に負け癖つきたくないからさ。負けた時のことなんか考えてないよ。思考は現実化するから。思いっきりやってやるよ。相手が誰だろうが。俺と戦う相手は不幸だと思うよ。絶対負けるんだから。不幸だよ。対戦相手が気の毒だよ。格闘技でリングに上がるのが目的から、勝つことが目的に変わったからね。はい、ワード2、いらっしゃい。こちらこそありがとう。嬉しかったです。ありがとうね。勝つよ。出れたらね、まずは出るところから。でも勝ったら俺はいいの。知ってるものとかに興味がないから。知らないものに興味がある。知らないものを知るために生まれてきたんだ、俺は。リングの上で勝ってる勝利の味で、それは味しめて何回もやろうっていうのはない。ガンガンやるよ。とことんやるよ。今回の俺は強いよ。そのために減量もやってるわけだしさ。実現するよ。だってさ、ネモさんさ、部屋の中見てごらん、自分の部屋の中。
こんなの絶対欲しくなかったのにっていうものある？ ないでしょ。全部自分が欲しいと思って買ったものしかないはずだよ。で、もし仮にこれいらないんだよなって、誰かにもらったんだよなって、確実に1年以内になくなるよ、そのものは。確実になくなる。自分が手に入れたいものしか部屋の中にないはずなんだよ。もし、なんか人からもらったとかさ、こんなはずじゃなかったのにと思うものは捨てるよ。確かにでしょ。強く願うと手に入るんだよ。それは物に限らず。今人類が使ってるもの全てがそうなの。人類が発明するってそういうことなんだよ。誰かが強く願ったものなんだよ。実行したものなんだよ。トライしたもん。だってね、数百年前の人間が空飛びたいって言った時笑われたと思うぜ。バカじゃねえのって。空飛びたいとか言ってるバカな兄弟がいるよ。頭おかしいなって。飛ぶわけねえじゃんって。諦めなかったんだろうね。俺は飛ぶって。絶対飛ぶ。その飛行機がね、どれだけ世の中を変えたか。携帯電話だってそうだよ。テレパシーだぜ。誰かが強く望んで、誰よりも強く望んで、批判を恐れず、否定を恐れず、馬鹿にされても気にせず、ただひたすら自分の道を歩んだやつの、ね、未常識が常識に変わっただけの、まだ見ぬ常識は、生まれるんだ。俺は考えたことは全部、そう、気持ちが大事じゃない。気持ちが全部全ての言葉、思考。人間は気持ちから生まれてきてる。だから心がないやつは嫌いな。心がないやつは人間じゃないと思ってるから。誰とも本音で話せないんだろうな、多分な。かわいそうだよ。でも悪いけど、そいつらに足引っ張られるような時間は俺にはないんだよ。悪いけどね。好きになろうが嫌いになろうが俺の感情じゃないよ。自分の感情を大事にして。俺は媚び売るつもりないから。ただ俺のことを好きって言ってくれる人はとことん俺は好きだよ。そばにいる人とか、俺に好意を持ってくれる人に俺は無限にしないから。半目に回ったら覚えとけよ。嫌いになったら去ってくれ、黙って。好きならとことん付き合おう。一緒に生きよう。半端な気持ちで付き合いたくないから。半端な気持ちで付き合いたくないのね。好きになったらフォローして。アイテムちょうだい。飛行機がね、飛ぶメカニズムは解明されてないんだね。あれちょっと語弊があるんだよね。なんだったっけな。あ、メガホン箱ありがとう。いつもありがとう。メカニズムっていうか、なんだったっけな。ちょっと語弊があるの、いっぱいあるんだよね、そういう系の。メカニズムは解明され、俺らが思ってるようなことでは解明されてんだけど、なんて言えばいいんだろう。それね、スレッドで読んで勉強したんだよな。俺らが思ってるメカニズムは解明されてるよ。ただね、なんだったっけな。経験則で飛んでる側面が強いの。要は、飛行機墜落したやついっぱいいるんだよ、ライト兄弟の前に。パイ投げたいのに投げれない。あ、ごめん、俺忘れつつさ。設定すんの忘れちゃったんだよね。まだやってんの？パイ。明日やるよ。明日もやってんなら。だって前しか向いてないもん、俺。一生懸命生きてる人はね、幸せになれるんだよ。笑顔になれる。なんでかっていうと、成功してる人間を考えてほしいの。
仲間がたくさんいて、お金がたくさんあって、家族がいて、恋人がいて、幸せに生きてる人を想像して、ちょっと生まれた環境が不遇で、でも一生懸命さ、ひたむきに生きてる、頑張って生きてる人を見つけた時にさ、応援しようと思うのが普通だよね。でしょ？な、そういう人間は幸せになるし、成功してる人間から好かれるんだよ。だから神様は裏切らない。ただ、いつそういう人と出会うかわからないから、続けないといけない。そう、何年も踏ん張って耐えて、頑張るしかない。でもね、やさぐれてさ、世間なんてこんなもんだよって、俺が生まれたのは運が悪かったんだって、俺は全然幸せじゃないよって、誰かの足引っ張ろう、くだらねえよ、成功してる人間気に入らねえよって、そんな人間を助けようと思う人間いる？いる？いないよ。誰も手を差し伸べないよ。俺はさっきも言ったけど、今を一生懸命生きてて、より良くなろう、より豊かになろう、より幸せを配れる人間になろう、仲間を大事にして、そういう人が好き。ただ、それだけでいい。俺の周りにいる人間は、俺に言葉を投げかけてくれる人間はそれだけでいい。それ以外はいらない。以上です。あとね、俺はね、そうね、過去を隠さないから。生活保護のことも自分から話したし、前科があることも自分から話してるんだよ。それを前提、要は過去のことを隠したことは一回もない。しつこい。しつこい。プロフィールページ読め。しつけよ。空気読めよ。お前の放送じゃねえんだよ。しつけよ。向こう行けよ。気になるんだったら。スルーしてんの気づけよ。しつけの嫌いなんだわ。俺のプロフィールページにブロックの基準も書いてあるから、ルールも書いてあるから、マナーは守れよ。お前の自己主張するための放送じゃねえんだよ。読んでもらいたかったら花火の一つぐらい投げろ。それが礼儀だろ。どうしても読んでもらいたいんだったら、話の腰折ってまでする質問かよ。考えろよ。今190人が見てんだよ。お前の興味あることだけ拾うわけにいかねえんだよ。どうしても読まれたかったら花見投げろ。それが礼儀だろ。おめえの小間使いとかおめえのオナニーのための道具じゃねえんだよ。当たり前だろ、そんなもん。仕事でやってんだよ、こっちは。考えろよ。営業妨害だよ。消えろ。当たり前だろ。マナーがなってねえんだよ。相手もありがとう。相手もありがとう。一回読まれなかったら空気読めよ。これが礼儀だろ。いや、そりゃそうでしょ。読みたくねえコメントは読まねえよ。くだらねえからだよ。俺は自分の発言に責任持ってやってんだよ。何度も連投してんじゃねえよ。当たり前だろ。いや、当たり前でしょ？優先順位があるんだよ。優先順位が。そうじゃないの？俺が話したいことを話す場なんだよ、ここは。俺は他人に関心が全くねえんだわ。全くねえんだわ。興味がないんだよ、他人に。俺が大事だと思ってる人以外の話はするな。別にテポドンでどっかの国がなくなったとか、そんなん全然関心ないわ。そう、ここは俺のフィールドだから。
おー、ズワイガニ、久しぶり。元気？俺が関心がないことを俺に質問するな。知らねえ、どこの誰が強えとか弱えとか、かっこいいとかかっこ悪いとか。俺の話を聞く場だろ。質問が何でも答えられると思うなよ。答えると思うなよ。俺は一流の人間なんだよ。一流のコメントしか読まねえに決まってんだろうがよ。くだらない質問はくだらない配信者のところでやれ。一流の人間だっていうリスペクトがないんだよ。一流の人間と話してるときに3回も同じ質問するか？するか？一流の人間に対して。一流の人間に対し、くだらない質問するか？二流三流のコメントするか？一流の人間に言葉を投げかけるんだったら、一流の言葉を投げかけないと。俺、和道だよ。ねえ。俺、和道だよ。考えて。空気読んでこうね。いや、怒らないとわからないんだ。いいよ、もう。一流のコメント待つから。いいよ、いいよ。その代わり一緒に一流になろうね。わかった？約束できる？一流のリスナー、一流のコメントが打てるようになる？大丈夫？もし頑張るっていうなら信じるよ。一流になれるの？なれるの？一流になれるの？なれる？ OK。じゃあ俺は信じて待つから。わかった。いや、そろそうでしょ。なれるさ。なれるさ。いや、気をつけないと。だって、ここの枠は一流の人間しか入れないんだから。二流三流のね、なんか偏差値の低いさ、パッパラパーなさ、枠見たきゃ他行けよって話だから。いくらでもあんだから。でしょ？違う、みんな。ここに来たっていうことは選ばれた人間なんだよ。認められた人間なんだ。そうだろ？そうだろ？俺の話を楽しく理解できるんだよ。見てみろよ。お前つまんねえな。1分も持たねえわ。じゃあな、もう二度と来ねえわ。理解できるようになったら来ればいいじゃないか。君が理解できないのは俺の問題って。200人集まってる放送がつまらないわけないでしょって。選んでるから。そうだよ。二流の人間なんて5万といるんだから、二流に行け。なあ、みんな。一流の選ばれた人間だけの枠なんだよ。分かってくれたらいい。俺が一流になるってことは、ここにいる全員が一流じゃないと困るんだよ。わかる？わかる？ここにいる全員が一流じゃないと、俺が一流じゃあれないんだよ。俺は本気でそう言ってんの。俺は一流なんだよ。ってことは、みんなが一流じゃなかったらどうすんだよ。一流か言えないっていうことはダメなの。じゃあみんなで言ってみて。一流
って言えないっていうのがダメなの。みんなコメントで書いて、これ本当に一流ですって、私は一流ですって全員で書いて、はい、全員書いて、全員書いて、私は一流ですって書いて、書いて、ああ、全員書いて、全員書いて、俺は一流だ、私は一流だって言えないってことは惨めな人生になるだけだから、そんな人間いらないから去れ。うん、そう、一流に なれないっていうふうに自分で決めてるの。そんな人間は俺と付き合えないから去れ。そうそう、和道リスナーだっていうことに責任を持ってほしい、責任を持ってほしいの、うん、ここで一流だって言えないっていうことは二流だから、申し訳ないけど二流のところに行きなさい、うん、そう、自信持って言えないってことはもう絶対に一流になれないから、絶対になれない、困るんだよ俺が。社会を回していく人間しかいらないのここには。うん、はい、超一流のソソさん、大花火ありがとうございます。そう、一流以外はごめんね、ごめんね、本当に。いや、言葉にできないってことは自分で思い込んでる方だからでしょ。たかも外せないの、たかが言葉も言えない、俺は一流だって言えない人間が何できる。一流になってくれよ、バイトでも派遣社員でもいいよ、一流の派遣社員になってください。俺派遣社員だけど月収60万なんだよねって、みんなが認めるよ、うん、でしょ。一流になってもらわないと俺は食ってけねえよ、頼むぜおい。一流の風俗嬢、一流のキャバ嬢、一流の経営者、一流の派遣社員、一流のアルバイター、全員が一流になってもらわないと困るんだよ、困るでしょ、俺が食えねえんだから。俺が二流のリスナー相手にしてたら二流で終わっちまうんだぞ、ちげえか、ちげえか、二流を相手にしてたら二流で終わるんだよ俺は。誰とつるんでるかでしょ、一流だって言い続けてくれ、うん、最強じゃない、俺無敵だから。絶対そうでしょ、俺何にも変なこと言ってないよ、何か間違ったこと言ってる、俺何か間違ったこと言ってますか、言ってる、何にも言ってないよ、世の中の真理を淡々と述べてるだけでしょ、何が変なこと言ってんの、何笑われるようなこと言ってんの、普通なことを普通だって言ってるんだよ。まあ一流の人間は数が少ないから理解できないやつがいるっていうのはわかるけどね、うん、理解できないのは俺らの問題じゃないよ、俺らは一流なんだよ、和道リスナーだっていうことに誇りを持ってもらいたい、誇りを持って接してほしいよね。そうだよ、二流だって言うんだったら他行けよ、二流のやつ5万といるぜ、一流以外いないんだよここには。うん、俺はみんなの意識を変え、みんなの意識が変わったら発言が変わり、行動が変わり、習慣が変わり、そしてみんなの人生が変わるんだよ。俺は意識改革をしてるんだよ、みんなの。みんなの意識の脳の奥に眠ってるトリガーを引いてるんだよ。わかる？みんなに眠ってる力を引き出そうとしてるの。一流じゃない人間なんていないんだ。二流だ三流だって決めつけてるのは自分だよ。心のフィルター外そう、うん、
俺はタバコは体にいいと思ってるから、人の人生に干渉しないでくれ。俺は健康になるためにタバコ吸ってんの。悪いね。当たり前じゃん。アイテム投げるリスナー以外いらねえよ。バカじゃねえの、お前。仮首。お前バカだろ。いらねえよ。さっきからそう言ってんじゃねえかよ。アイテム投げねえリスナーなんか相手にするわけねえだろ、バカ。当たり前だろ。いらねえよ。はっきり言ってやるよ。アイテム投げねえやつなんかいらねえよ。タバコが健康だというソースを提示してください。 OK、 峯岸さん、いけます。まずタバコに健康被害があるのは事実です。肺気腫とかの確率は格段に上がります。これは事実のね。ただ作用があるっていうのは反作用がある、副作用が絶対あるので、タバコが一部のものに対して害があるっていうのは事実なんだけど、ある特定のがんに対してリスクを減らすっていうのも事実なんだよ。これは公表してない。で、人間に唯一害がある、本当にまずいっていうのは肺気腫の可能性は確かに上がる。ただね、肺がんのリスクも上がるんだよ。これも事実なの。ただ肺がんっていうのはがんの中で末期になるがん、高齢者になるがんなの。がんの中でも最後になるがんって言われてるの。だからタバコ吸ってる人って実際長寿なの。で、俺はね、タバコを吸わないで他のがんになるぐらいだったら、長寿まで健康で生きて、ね、肺がんで死にたいっつってんの。理屈は正しいでしょ。肺がんのリスクは上がる。ただ肺がんっていうのは長寿で死ぬ傾向がある。俺にとっての健康の概念がみんなと違う。これが俺の根拠。俺にとってお前が障害者だよ。アイテム投げたくなかったら投げなきゃいいじゃねえかよ。相手にしねえよ。俺はだからタバコは吸い続けるね。愛煙家だから。俺は何やってもかっこいい。タバコを吸う姿はかっこいいと思いますじゃなくて、俺がやること全部かっこいいから。ヤバゾウ、メガホンじゃなくて花火くれ。メガホンもういいわ。金になんねんだわ。1円にもなんねんだわ。悪いな。花火くれ。稼いでんだろ。そう、タバコ吸うと。だから、タバコの喫煙率が高かった頃っていうのが、今の長寿の世代でしょ。これは間違いなくデータで出てんだよ。長生きするんだよ。臭い、マナーが悪い。タバコの世間の最近の捉え方です。俺世間体気にしてないから。タバコが嫌いだったら俺と付き合わなきゃいいよ。俺世間体気にしてないから。ここが世界だから。ここが宇宙の中心なの。知らなかった？ここ宇宙の中心、ここなの。タバコ臭いの嫌いだったら俺に近寄るな。以上だよ。カスを見るカス。滑稽だね。俺のことカスだと思うんだったら消えていいよ。俺は自分の部屋の中でタバコ吸ってるだけだから。誰も傷つけてないよ。ね、もしタバコが嫌いだったらブラウザバックしな。ありがとう、トト。ありがとう。花火ありがとう。サンキュー。人より多く税金払ってるんだからな。感謝されてぐらいだよな。いいんじゃない、別に。俺のことカスだと思うやつがね、
よっぽどな生活してるんじゃないの。俺のことカスだのゴミだの言ってるやつはいっぱいいるけど、そういいんじゃない、俺よりいい生活してる人間が俺のことを蔑んでみるかね、見るかね。俺知ってんだよ、アイテム投げてくれる人は俺より高額所得なの。俺よりいい生活してるから俺に恵んでくれてんの知ってんだわ。俺は灰皿持ってるよ、常に。俺が配信機材のリュックでいつも持ち歩いてるリュックなんだけど。好きなことして、いや別に俺他人と比べてないから、自分がかっこいいと思う生き方追求してるだけだから、だから別にリスナーさんと比べる暇がないよね。好きなことやるだけっす。好きなことやってお金が欲しいからお金もらってるんす。何が悪いんすか、何が悪いんすか。 誰かに迷惑かけてますかね。別に、乞食だろうが、ゴミだろうが、カスだろうがって言われても全然構いませんけど、いらないっす。消えてください。どうぞ、他行ってください。心が貧しい。どうぞどうぞ。俺の放送向いてないと思うよ、ケイさん。俺の放送が楽しくなったら、おいで。君は俺の放送向いてないと思うよ。本当に。そう。去るべきだよ。つまんないものを見るために生きてきたわけじゃないでしょ。違う。くだらないものを見てる暇があったら、千釣りでもこいてる方がマシだよ。あなたと関わってもお互いにメリットないから。でしょ。さよなら。いや、全然ブラックじゃないでしょ。見る権利ある。それだったら俺ブロックする権利あるよ。俺リスナー選ぶから悪いけど、さ、じゃあ言うわ、じゃあ言うけど、和道さん大好きです、応援してます、かっこいい、でもアイテムは投げません。はあ？はあ？ 俺お前のことあんま好きじゃねえわ。でもまあ今日暇つぶしだから花火やるわ。おいっす。こういうリスナーの方がよっぽどマシ。でだよ。アイテム投げなくて。俺大嫌いだわ。アイテム一生投げねえわ。お前ゴミだな。カスだな。ああ、そうですか。二度と見なくていいっすよ。金にならないんで。終わりだよ。でしょ？どうでもいいよね。どうでもいいでしょ。見なきゃいいじゃんって。ツイキャス行けばって。ただで見れるぜ。ツイキャス向いてんじゃないのって。ツイキャスやりなよって。楽しいぜ、ただで見れて。俺ね、言葉で応援してますとかね、信じてねえから。そんなのいらない。投げなきゃいいじゃん。投げたいやつが投げてんだよ。ただ投げない権利もあるよ。権利には責任が伴うから。お前のこと相手にする俺には義務はない。投げない権利ありますよ。だったら黙って、一番後ろで黙って指くわえて見てろよ。だろ？俺と関われると思うなよ。違う？俺と関われる、俺と会話ができると思うなよ。さっきも言ったけど、俺が死ぬ時にお前の名前なんか覚えちゃいねえよ。お前は死ぬ時に俺の名前覚えてるだろうけどね。いや、見なくていいよ。困らないから。減らないんだよね、俺閲覧。お前は見なくていいよ。俺にとって俺、お前他人だから。お前、今すぐ見なくていいよ。閲覧どうせ減らねえから、俺。固定のファンいるから。悪いね。申し訳ないけど。
君はその辺に転がってる石ころと一緒だから、俺にとって。いや、覚えてなくて。俺も忘れるから。石ころに名前つけてるようなもんでしょ。俺からしたら関わらねえんだから、お前なんか。お前が俺のことカスって言った以上に、俺お前のことカスだと思ってるから。石ころに名前つける趣味ねえわ。じゃあな。伸びなくていいんだよ。収入食えてれば。俺にとって。俺にとって食えてればいいの。飯が食えればそれでいいんだ。だって閲覧増えたって収入増える？増えないでしょ。俺がやろうとしてるのはファンを増やす行為だから。だから別に閲覧なんかいらない。食ってければそれでいいんだ。ただ見てる野次馬と一緒なんだから。あ、メガホン大丈夫だよ。カソナムヌシにあげて。三流のアイテムは三流ナムヌシにあげて。ごめんね。いや、見なくていいよ。いいよ、楽しみにしないで。全然楽しくないから、お前と絡んでも。いいよ、メガホンは。誰かにあげて。ありがとう、ハートありがとう、バレニオ。お前みたいなやつはこれぐらいのアイテムでちょうどいいって。これで食ってんだよ。ありがとう。いや、はっきり言うよ。いや、だってさ、仕事してます。いや、アマチュアとか趣味でやってる人だったらいいよ。仕事でこれやってんだよ。俺食ってくことに誇りを感じてるから。稼ぎてんだわ、俺。稼ぎてえのよ。で、アイテム投げない人相手にしないでしょ。する意味ないんだもん。だって、何なのって話でしょ。商売でやってタダでやる？やんないでしょ。店やってたらゴミは掃除するでしょ。ゴミはゴミ箱に入れるでしょ。回収者に出すでしょ。俺いらねえわ、ゴミは。俺和道だよ。はっきり言うでしょ。できんだっつってんの。で、店の外で黙って見てろって。ガラス越しに。金もらってなんぼでしょ。プロなんだから。アイテム投げないやつなんかいらねえよ。普通だよ。ここ課金サイトなんだよ。だったら黙って見てなよって。雑談たぬきでも2チャンネルでもね、人を叩くサイトあるでしょって。そっち側でバンバンやれやいいんだよ。俺困らねえもん。ただここはさ、俺の空間だからさ。いや、ほんとそれだよね。俺にちゃんとかタヌキとか見ねえから。俺にちゃんとか、あ、俺そういう宗教やってねえわ。悪いね。俺そういう宗教嫌いなんだわ。宗教っぽいのは他でやってくんない？悪いね。俺は自分で決めた自分のルールの上で生きていくから。俺は人の心があって思考をする人間だからさ。自分が正しいと思うことをやるよ。君が正しいと思うことは君がやれば。ちなみにさ、敬う心が大事だよっつったけど、カスって言い始めたのは君だからね。鏡の前に向かって敬う心が大事だよって唱えた方がいいんじゃないの。君が言い出した言葉じゃないの、カスっていう言葉。あ、動物のタヌキ、雑談タヌキっていうアンチスレサイトだね。いや、謝ってももう取り返せないよ。君がやったこと、行動は。みんな見てるんだから。
あ、K ってやつ、こういうやつなんだって、みんなに、もう入ったよ。見なきゃいいじゃん。お前の生き方に干渉するつもりないから、俺。俺は自分が正しいと思ったことをひたすらやるよ。それを応援してくれる人をひたすら大事にするよ。それにお前が含まれてないだけだよ。そう。お前は俺と会うことはないんだから、一生。ごめんとかいらない言葉。ごめんとか全然いらないよね。俺と仲良くなろうとしてる人に継ぐ。無理。無理です。仲良くなろうとしないでください。僕は友達が少なければ少ないほど濃密でいい時間を過ごせると思ってるんで、僕は自分が尊敬する人と一緒にいます。だからこのリスナーさんの中で仲良くしてる人たくさんいるけど、普通のリスナーさん無理です。何年もかけてこういう関係を築いてるんです、僕たちは。僕たちの楽しいサークルに割って入ってくるんだったら3年ロムってください。下積み大事だよ。別に好きになろうが嫌いになろうが俺には関係ないから。こっち側に来たかったら考えな。楽しいぜ。こっちは楽しいぜ。好き勝手生きてる連中しかいないからね。俺ら洗脳されてないから。だから過疎の枠でもさ、別に大手の枠でも新人で人集めてる連中なんかいっぱいいるんだから。いるじゃん、ショーウィンドウ眺めて、うわーこんな服欲しい、綺麗っつって 店内で言われたら出てってくださいって言うでしょ。買いますっつって、ショーウィンドウで言われたら文句言われないから、綺麗な服だな、いつか欲しいなーって一人でつぶやいてればいいんだよ。あたいこんな服着たいって一人で言ってればいいんだよ。どうぞーって。買う人は入ってくださいって、買う気がある人は。どうぞお店の外へ ハイブランドだからさ。店の外でね、眺めてああだこうだ言ってる分には営業妨害にはならないから。あ、 YouTube の動画とかいいんじゃない、ケイちゃん。俺全部 YouTube に動画投稿してるから、そこでああだこうだ書けばいいじゃん。でしょ。いいなあ、私も和道リスナーとして認められたいな。無理でーす。無理でーす。残念でした。残念でした。無理でーす。おい、ワード2、あやいらっしゃい。いや、無理でしょ。無理だよ。もう会員制だもん。残念だな。ショーウィンドウだったらいいんだけどね。
会員制なんだよね。選ぶんだよ、客を。無理でしょう。あ、数少ないっすよ。来店人数少ないっすよ。ただ売り上げいいんで、店成り立ってるんで、いいんすよ。うち好き勝手やってんすよ。酒も客が作るんすよ。でしょ？だからね、なんか安い居酒屋行けばいいんじゃないの。ただ飲みができるような。だから向いてないんだって。不満があるやつは向いてないの、うちの放送。退店してくださいってほら言われちゃったよ、客に言われちゃったよ。 そろそろブロック入れる？客に言わせちゃったらね、ブロックだな、これ。ごめんね。マナー違反だわ。客からクレーム来たわ。じゃあね。2チャンネル、さようなら。K さんブロックです。さようなら。どうぞ、2チャンネルでフルボッコに叩いて結構ですよ。2チャンネル。マナー違反でしょ。おい、全然いいよ、鶴瓶さん。ありがとね。まあ、我慢の限界だよね、ちょっとね。マナー悪いね。マナー悪いっつうか、頭悪い。偏差値低そうだったもんな。まあ、俺の放送には向いてない、悪いけど。客じゃないもん。客にすらならないよ。ありがとうございます。ミノムシさんから会費のパフェいただきました。ありがとうございます。いや、なんか勘違いされてんのがさ、その、いや、ここはふわっちってサイトで無料で見ていいはずだよ。いや、無料で見ていいんだよ。だけど4時間枠やったら350円払ってるの俺だよ。俺、家賃払ってるんだよって。なんで叩かれないといけないのって思わない？俺が自腹切って350円4時間の中で払ってるんだよ。そう。で、それが申し訳ないし、和道の放送好きだし、すげえ楽しいから続けてねって、チップもらって生活してんのにさ、なんで文句言われる筋合いなんだろうって。気に入らないやつブロックするのは当たり前じゃん。マナー違反にも程あるだろう。だったら350円払えよって話だ。まずそっからだろう。4時間見るんだったら。ずうずうしい。ずうずうしいやついるんだよな。まあ、ずうずうしいやつは、まあ、漏れなくね、金持ってないよね。残念だけど。まあ、そういうもんだよな、世の中。そういうもんだよ。悲しいよな。いや、思うよ。貧乏にはなりたくねえって。心の発想が貧しいから金が逃げるんだよ。心が豊かでありたいよな。明らかにキッズっていうか、まあ IQ 低いよな。ああ、俺もかばっちゃった。俺も悪いんだけどさ。いや、追い出されるでしょ。だって、お金を稼ぐこと小じきだとか言ってるバカがいるけど、金稼ぐことって本来いいことなんだよ、どう考えても。だったら、なんか原住民かなんかで狩りでも、なんの稲作でもやってろよって思わない？仕事なんだからさ、お金稼げば稼ぐほどいいに決まってるんだよ、どう考えても。お金を稼いで悪いことなんか一つもないよ。一つもない。なんでお金稼いで叩いてるってバカすぎるだろうっていう。仕事してる人全員小じきだよ。だからニートの論理なんだよ。働いたら負けっていう論理の。いや、働けよって話だ。
いやいやいや、働けよって。何がお前、部屋の隅で体育座りしてるだよな。笑わせんなっていう。バカすぎるだろ、本当に。子供でもわかるよ。そんなさ、へりくつがさ、社会で通用するわけねえんだから。バカだろ、本当に。どうしようもねえよな。いや、そうだと思うよ。いや、俺はだから、ポーラ化粧品ね。いや、俺ワドウ羨ましいわ。言ってくれたら、あ、本当にって。いや、俺もワドウみたいに稼ぎてえわ。楽しそうだわって言われたら気分悪くなんないじゃん、本音で言ってくれたら。はい、バカ10個ありがとう。本音で言われたら。いや、だったら、一緒に頑張ろうよって。俺が持ってるノウハウここで話すしって。どうやったらいいんじゃんって。辛さとかメリット、デメリット全部話すよ。まあ、妬んでてさ、お前なんかって。じゃあ俺より稼いでんの？いや、稼いでないけど。何やってんの？部屋の隅で体育座りしてモニター見てんだよねって。じゃあそれで俺のこと叩いてんの？うん、帰ってって。ゴーホームでしょ。うん、体育座りして金稼げるわけねえだろって。いや、妬みでしょ。人気があって金が稼げて好きなことばっかりやって可愛い彼女がいてイケメンで女にも男にもチヤホヤされて、すごい羨ましいでしょ。だけど、それ羨ましいわって。ちょ、教えてくんない？あ、いいよって。うん。なんか俺どうしたらいいかなって。いや、こうしたらいいんじゃないのって。普通に話せるじゃん。普通じゃないんだよ。うん。お前なんかゴミだよ。俺よりお前の方がゴミなのって。いや、まあ俺もゴミだけどさ。お前なんか小じきじゃねえかよって。稼いでんの？いや、まあ働いてねえけど、お前の女ババアじゃんって。お前彼女いんの？いや、まあ童貞だけど、彼女いないけど。そうなんだ。ああ、さよならってなるでしょ。うん、いや、そうでしょ。いや、そうでしょ。うん、いや、わかるよ。お前、小好きだなって。お前、仕事してんのかよって。ああ、上場企業の役員だよ。ああ、お前、免許もねえのかよ。じゃあ、おめえ、車何乗ってんだよ。フェラーリだよ。ああ。な、ボロアパートだなって。お前、家どんなだよ。タワーマン。ああ。ってなるじゃん。お前彼女ババアだな。お前誰だよ彼女。北川家。ってなるじゃん。ならねえんだもん。でしょ。はい、こんばんは。いや、だから悔しいなら悔しいって言えばいいじゃん。なんで俺を敵だと思うの。うん、だってそいつが恵まれない人生生きてるとしたらだよ。悔しいさ、ヘッドホンケーブル3個ついて長いのにしたの。悔しいと思ったら、自分を高めるべきだと思わない？俺は自分を変えようってやってここまでやってきたんだよ。で、今ある功績っていうのは過去積み重ねてリスナーさんと信頼関係を築いたから、こうやって可愛がってもらってるのよ。何もしてなかったわけじゃないんだよ俺。指くわえて見てたわけじゃないんだよ。死ぬほど体張ってきて叩かれてね、それでも頑張ってやってきたんだよ。どこが小じきなんだよっていう。それを小じきっていう根性がわかんねえわ。だったらお金のない世界に行けよって思わない？金が流通してなくてね、みんなで農業やるところ行けよっていう。うん、逆に聞きてえわ。新宿の駅前でね、新宿の南口の駅前で缶から置いてひたすら喋り続けて、毎日8時間、常に200人のギャラリーがいて、合計すると1万人ぐらいが入れ替わってみて、で1日
数千円、数万円稼げる乞食がいたとしよう。プロだよ、そいつ。プロだよ。もし仮に乞食っていう例えをするなら。喋りで、ちょっとお客さん可愛いね、つって。今ね、こういう話してるんで聞いてください、なんつって。すごいよね。どこが乞食なんだよ。仕事だろ、もう完全に。よっぽど働いてるわ。200人常に楽しませることができるんだよ、喋りで。200人が常にいる、ね、ギャラリーがいるところで、食えない方がおかしいだろ。ああ、それはね、いちごさん、不正解です。はい。不正解です。ちなみに、いちごさん、パートナーはいるんですか？よっぽどいい女なんでしょうね。見てみたいな。いちごさんの彼女の写メ見てみたいな。のんちゃんの話してません。あれ？いちごさんのか、ごめんね。ごめん、悪かった、いちごさん。そうだよね。俺は彼女作らない主義の人か。俺は彼女なんていらないし、作らない。作らないのとできないのは違うよ。作らないのかな？できないのかな？どっちかな？俺は作らないから彼女なんてめんどくせえだけじゃんって。生まれた年齢イコール彼女いない感じ？俺の方がイケメン？いちご悪かったな。ゆっくりしてけよ。いちご、俺が悪かった。ゆっくりしてけよ。最初からそれを言わないと、それを先に言わないとダメでしょ。はい、こんばんは。珍しいでしょ。それを先に言わないと話がこじれてくるから。お前イケメンなんだよね、俺。参ったな。ねえ、みんな。ねえ、そうなってくると話は別だよね。俺かっこいいんだよね。生で会うとめちゃめちゃかっこいいんだよ。よく言われんだよ。ワード生で会うと震えるって。俺の好きなタイプ、俺のことを世界で一番好きな女が俺の隣にいる資格があるっていつも言ってる。俺が好きかどうかが問題じゃないんだよ。俺がタイプとかどうでもいいの。俺のこと一番好きなやつが俺の隣にいる権利がある。そう、戦いは世界中でやってくれって。俺は関わらないからって、勝ち取ってくれって。それはいつも言ってる。俺のこと愛してる順番に並べと。トーナメント制だから。
のりこのディスはうちのリスナーが許さんよ。うん、のりこはみんなに愛されてるから。うん、喧嘩になる。俺は喧嘩するわけじゃないから。戦って俺を勝ち取ってほしい。俺景品だから。戦い合えばいいじゃん。うん、総当たり戦だよ。まあ、たまたまエントリーしたのがのんちゃんだけだったんだけどね。 たまたまエントリーしたのがのんちゃんだけだったから。そう、あとのりこが強すぎてチャレンジャーが現れないっていうのもあるね。うん、そう、だから俺はのんちゃんを愛すの。だって俺のこと世界で一番好きだって言ってくれんだよ。男にとっては最大の勲章でしょ。世界で一番かっこいい。だってジョニー・デップより俺の方がかっこいいんだよ、のんちゃんにとって。わかる？もしよかったら今すぐ Google の画像検索で、イケメン-ヒゲ男子で検索してごらん。イケメン-ヒゲ男子。携帯電話でもパソコンでもいいから、ちょっと行ってきな。イケメンカタカナ-スペースか。イケメンスペースヒゲ男子は漢字ね。世界が認めたイケメンだから。いや、本気で言ってるだけじゃなくて、そういう行動だからね。のんちゃんかわいいよ。ジャーニーはどう？人生は旅だから。宇宙を漂ってるんだ。でしょ？グーグルが認めたヒゲイケメンだから。よろしく。警察に突き出したことありますよね。ありますよ。それは俺はいつも言ってるけれども、彼女のことじゃなくて配信のことを一番に考えてるからって。俺のパソコンにログインするなと。2番目だから。わかる？俺は配信と結婚しちゃったの。わかる？あ、じゃあ兄じゃないの？カタカナ推奨だから。ローマ字が、俺日本人だから。カタカナ推奨枠だから。よろしく。今はそれを理解してくれたんですか？理解したんでしょう。俺のパソコンに一切触らないよ。置いといても。触りもしないよ。ダメでしょ。俺は配信の神様と結婚したんだよ。浮気しないね。浮気をする暇がない。じゃあ、俺がさ、リスナーの可愛い女の子に、若い女の子に、ねえ、やらせてくれっつってやらせる？そこまでバカじゃないよ。自分のこと分かってるよ。自分の値段ぐらい分かってんだよ。俺が好きだっつって信じる？お前と一緒にいたいって。信じる？信じないでしょ。乳首にめっちゃ長い毛めちゃくちゃ生えてんだよ。乳首からマーライオンみたいになってんだよ、乳首が。無理でしょ。
誰も俺とねどうにかなりたいっていうのはいないよ。そんな子供はいないんだ。アダルトなおばさんはいるかもしんないけどね。まあ大体俺のこと好きっていう女は30超えてるよ。乳首の毛は関係あるでしょ。むしろ乳首の毛だけでここまでやってきた感じはあるけど。和道さんのことを気に入ってる32歳です。ああ若いな。ダメだわ。ダメだよ。俺より人生経験の長い女を俺は抱きたい。俺からしたら子供だよ。和道さん紳士だけどサイコっぽく、部屋のクーラーボックスに人の頭の頭部入れてそうで怖い。俺ね、ちょっと、なんて言うんだっけ、ネクロフィリアだっけな。要は、死体愛好家だった時期があったんだよね。ちょっとこじらせて。死体ですごい性的な興奮を覚えてた時期があったの。だから、死体の写真集とか雑誌とか、なんか買うエロ本も、そう、死関係だったりした時期があって、それは乗り越えたね、俺は。乗り越えた。だから大丈夫だと思うよ。俺は紳士だと思うよ。紳士的でありたいとは思ってるけど。でもね、やっぱり頭はぶっ壊れてると思う。やっぱり。常識がない。ただ、その俺なりの言い訳をさせてもらうと、勘がいいんだわ、俺。あ、多分 IQ が高いんだと思う。勉強はできなかったけど。正直ね。IQ は普通の人よりもちょっと高いんだと思う。で、こじらせるんだよ。そういうのって。頭のいい人ってこじらせるんだよ。で、なんでかっていうと、見たくないものが見えるんだよね。俺、子供の時に思った。なんで死体を隠すのって。これ、意味がわかんないでしょ。子供の時に死体はなぜ隠すのっていう疑問が湧かないでしょ。俺はそれを幼稚園の、ひまわり組の時に言ったの。象組の前ね。いや、2年目の時に言ったの。なんで死体を隠すのって。そしたら何言ってるのこの子ってなったの。で、お母さんに幼稚園の先生から言って、連絡が。怒られたの、親。そういうこと言わないでって。なんでって。わからない。気持ち悪いって言われた。でもね、俺は気づいたの。大人になって、まあ中学生ぐらいの時に気づいた。お墓の上に穴を掘って、なんであんな重たい石を乗せるのか。怖いんだよ。生き返ったら怖い。死ぬのが怖いから、あんなに厳重な重しをつけて封印してるの。納得いくでしょ。あれは潜在的に尊いものっていうものじゃない。人間の深層心理の中で、死んでいつまでも引きずってたら生きられない。封印してるの。だから年に1回しか行かないの。生きられないから。死ぬことを忘れないと生きられない。俺はそういう子供だったんだよ。自分の中で答えが出た。この墓石全部怖えんだって。だからこんな重たい石ころどっしり乗せてなかったことにする。ただそれだとね、死を忘れることもダメだから、そう、死を隠すんだよ。でも頭のいいやつは死と隣り合わせに生きてる。だから時計、高級時計
金持ちほどつけるでしょ、成功してる人。そこに書いてある、高級時計に書いてある昔のね文字がある。メメントモリって死を思え、死を忘れるな。お前が刻んでるね、時計をここになぜつけるか。お前の命はどんどん刻んでるよって、どんどん減ってってるんだよっていうタイマーを忘れないためにつけるんだよ。有限だっていうことを忘れてない。だから成功してる人間ほど時間を大事にする。時計、こんだけ iPhone があったら時計いらないじゃん。あれは死に対するアイコンなんだよ、これは。だから成功してる人間ほどくだらない時間は過ごさない。くだらない人間とは付き合わない。時間がないから。俺らには時間がないんだ。俺らにはやることがある。やることって何？幸せになる。愛する人を見つけるんだよ。とことん尽くすんだよ。さあ見つけ。死を記憶せよとかね。死を思え。俺は死を思えって、気って書いて、目って書いて、心って書いて。思え。死を忘れるなでもいいし。そう、時間は金じゃ買えないから、平等に流れてる。で、いつ終わりが来るか分かんない。厄介なんだよ。自我の芽生えっていうのは死から学んでる。動物と圧倒的に違うのは自分の死っていうのを、概念を悟れる。そこから爆発的に進化した。自我を覚え、言葉を覚え、ね。なんでここまで進化してきたか。死を自覚したからね。あれ、俺も死ぬなって。死からは逃れられない。死ぬのが怖えんだよ。俺はそこ超えたけどね。もちろん。俺は超えたよ。ジャンプしたよ。死を乗り越える唯一の方法は生きることだよ。生きること。今言ったでしょ。死を超える。生きればいい。この意味はね、多分分かる人にしか分かんないと思うよ。これは分かる人には分かる。で、分からなくて当然だと思う。なんでかっていうと、死がなかったことにしてるから。死を忘れてるのね。無限に時間があると思ってるの。でも鏡を見たら分かる。毎日老けていくんだよ。毎日老いていくんだよ。で、実はね、死ぬっていうことはね、恐怖じゃないの。実は俺らに与えられた唯一の救いなの。だから釈迦は死んだら涅槃に入るって言った。そう、俺はそれを完璧に理解した。で、もっと釈迦を超えたっていうところはね、死との向き合い方じゃなくて、俺は生きるっていう答えを出した。釈迦を超えたの。死の受け入れ方じゃない。だから釈迦を超えたんだよ、和道は。そう、仏がかるより神がかれってね。今の俺のテーマそれなんだよ。俺はちょっと最近仏がかってたなって、ダメだなって。俺は神がかろうと。仏がかるより俺は神がかる。それが俺の今のテーマだね。カリスマってやつだね。カリスマ。カリスマのね、語源はイエス・キリストだからね。
だからカリスマっていうのはキリストのことなんだよ。今更なのかもですが、いつの間に和から和になったんですか。別にいつかっていうのは別にどうでもいいことで。その間俺の放送を見てなかったんだから。でしょ？俺の放送を見てなかった人に過去のことを説明する義務は俺ない。見逃すなよってことだよ。俺のこと見逃すなよって。で、見逃したら俺の責任じゃねえから。俺は全部さらけ出してるから。和道から目を離すなっていそう、調べて。生きていかないと。何言ってるか分かんないのは俺の問題じゃない。いつも言ってるけど、俺の話が理解できないのは俺との経験の差だから。普通の人は相対性理論分かんないでしょ。アインシュタインの中には相対性理論が分かる。でも普通の人は分からない。そういうもんでしょ。ね、頭のいい学者がアインシュタインに追いついて、あ、俺相対性理解したわって、おーって、ね、アインシュタインと会話ができるようになるんだよ。俺が何言ってるか分かんないのは俺との経験の差だよ。だから分かるようになるように頑張ってって。そこを否定はしないから、いつか分かるといいねって。頑張って。そう、理解できるやつしか理解できないし、理解できないのは俺の問題じゃない。別に分からないなら分からないで心に留めておけばいいよ。いつか分かるよ。それでいいじゃん。分からないものは今分かるべきじゃないんだよ。分かる人に分かるから。で、分かる人にだけ届けてるから、俺のメッセージっていうのは。分からない人は分からなくていい。無駄だから。いくら説明しても分かんない。体感がないから。もっと言うなら、時間は逆に流れてるんだよ。過去から現在、現在から未来に流れてると思ってるでしょ。違うんだよ。未来から現在、現在から過去に流れてる。つまりビッグバンは終わりなんだよ。いや、悟りっていろいろあるんだよ。悟り、要は涅槃っていろいろあるんだよ。それは釈迦も言ってるじゃん。悟ってるやつは悟ってんだよって。ただ、そのダメなやつでも、どんなやつでも努力すれば悟れるよって、誰でもできるんだよって。それのルールブックっていうか、テキストを作った人が、世界で初めてテキストを作った人が釈迦だっただけなのよ。でも、その釈迦が生まれる前にも悟った人間なんていっぱいいるんだよって。そう、仕事してるだけで悟るやつもいれば、何もしなくても悟るやつもいるんだって。俺は時間がかかったのよ。そう、だけど釈迦がそのきっかけを与えてくれたのは間違いないよ。イカダの例えだよね。だから俺は仏教を超えたと思ってるから。俺に今仏教は必要ない。細分化っていうか、まあさっきも話したんだけど、大乗は俺は大乗非仏説論を採用してるから、とてもじゃないけど仏教を名乗る状態じゃねえよな。道教儒教の思想が強すぎる。じゃあさ、親を敬えっていう論理釈迦が言うと思う？親を敬え、長男は偉いって言うと思う？言うわけねえんだよ。
なんだか教えてあげようか。国自体を捨ててるから。息子、嫁捨ててんの。まずその家族の否定から入ってんの、仏教って。そう。だから明らかに道教、儒教の影響を受けてるんだ、大乗は。だからメイドインチャイナだから。時の逆流っていうのは今ちょっと強く言ったんだけど、俺はそこに何ね、エクスキューズを出したかったの。時間は逆に流れてるんだよっていうのは極論なのね。本当はどちらでもないの。俺は時間自体がないっていうことを言ってんのね。俺は時間自体がないの、だけどこういう考え方もあるんだよっていうエクスキューズなんだよ、俺の中で。俺の持論は時間は存在しないっていう、あるのは運動だけだって言ってんの、これは分かんないだろうな。まあここまで来ると誰も分かんなくなるからやめよう。ここまで来ると誰も分かんなくなる、超一流の話になってくるから、多分ね1万人に1人ぐらい俺の話を理解できるかできないかの話になってくるから、ちょっと IQ 下げよう。俺らが思ってる時間っていうのは存在しないんだ。わかんないでしょ。過去も未来も現在もないの。例えばわかりやすく言うなら、俺らが現在と思ってるのは実は過去なのね。これ意味わかる人いる？俺らが今現在だと思ってるものは、それこれは宗教の話じゃなくて物理の話なんだけど、そう、哲学の分野に入ってくるともうわけわかめになってくるから、リスナーがハテナマークだらけになっちゃうでしょ。その時間の逆説、逆流とかさ、その鈴木さんはそこはその理解があると思うけど、俺は体感の、そう、今現在は過去なの。それなんでかっていうと、今を認知するその機能っていうのは実はその脳で処理されてるわけじゃん。光のスピードで入ってきて、視野が入って音が入ってて、音はずれてるよね。だから脳を処理するときに電気信号のラグがあるんだよ。だから今だって思ってるのって実はもう過去の瞬間の。だからスポーツ選手がゾーンに入るって言って、その脳の動きを超えて反射で動くようになるから時間が早く感じる。要は時間を超えてスピードが出たりするのよ、ゾーンに入ると。だから実は現在っていうのはもう実は過去なのね。で、そのスピードっていうのはずれてんだよ。これはベッチ理論じゃないです、これは。これはベッチ理論じゃない。福岡伸一先生の本で。そう。だからベッチが引用してる元の本の話だから。だからベッチより深掘りしてんの。ベッチは本読みなんだよ。めちゃめちゃ本読みなの。そう。だからベッチ理論じゃないからね。そこは気をつけて。よく言われるんだけど、トマベチ信者俺苦手なんだわ。俺トマベチ超えたから。そう。だから今現在が過去になってるって、で、さらに言うと、記憶で成り立ってるのね。俺らの人格とかアイデンティティっていう。でも記憶っていうのはめちゃめちゃ脆いの。実は時系列順に並んでないの。時系列順には並んでない。そうじゃなくて、その痛みを伴ったりとか、五感が動いたりとか、感情、情動記憶っていうんだけど、情動記憶が強い順番に並んでんの。だからトラウマとか典型的でしょ。子供の頃殴られた記憶とかってさ、その殴られそうになると異常に反応しちゃったりするでしょ。トラウマ持ってる人とか PTSD の人って。それはもう記憶っていうのは痛みを伴ったりすると強く残るっていうのは習性である。時系列順に並んでない。俺らがそうだと思い込んでるからそうなってるだけなの。トマベチ超えたのはなぜ言えるんですか？トマベチが引用してる元を探ってるから。まあトマベチと同列って言ってもいいかもな。わかる？ラスタさん。これで意味がわからないって言ったら君の問題だよ。トマベチが引用している元の情報元を探ってるわけだから、トマベチと同列だろうね。要は本読みだよ、あの人。典型的な。もう何十冊も本読むタイプ。一日に。情報がパンパンに詰まってるの。まあ頭はいいよ。天才だよ、あの人は。だけど、それをトマベチ理論だっていう風に言われるのは嫌なの。まあ、同列だね。同列でいいよ。
あ、でもね、トマベチを超えたっていうのは、俺はトマベチに依存してないっていうところはでかい。はいよ。訂正するよ。俺はトマベチと同列だよ。オッケー。はいよ。例えば、その空の概念を点で説明してるくだりって知ってる？トマベチヒデと。あれはオリジナルだと思ってる人が多いんだけど、小室直樹引用なのね。それを初めて説明した人っていうのは小室直樹先生の空の概念を。だけど、トマベチ理論っていうかさ、ドクタートマベチオリジナルですっていう説明の仕方をしてるじゃん。俺は卑怯なやり方だと思うの、それは。俺は小室直樹先生の引用だって言えるわけじゃん。誰々先生のがこう唱えてるっていうことを言うわけよ。要は手品の種明かししながら手品やってる感じなの。俺はそれ礼儀だと思ってんのよ。そう。引用をするのであればリスペクトが絶対必要だと思う。トマベチ先生のね、頭のいいところって、俺が考えたっていうブランディングはうまいの、あの人。見せ方がうまいの。だから信者がついてくる。要はカリスマ的なんだよね。ディベート能力が高いから。まあでもね、 SM クラブで君にする男だよ。それをアートだって言い訳する男なのは忘れちゃいけない。そろそろ寝るか。もう3時だぜ。疲れたわ。結構長時間喋ったな。フットサル、どうもどうも、お疲れ様です。疲れましたね。いや、だって考えてよ。運動をしてない32歳が10分の試合5試合連続だよ。50分やって、ね、休憩挟んで、その後20分だよ。合計70分走りっぱなしだよ。どういうことってなるでしょう。勝ち抜き戦は無茶があるだろう。で、勝ち抜いてるんだから絶対勝てない論理じゃん、あれ。ひっくり返らない論理じゃん。どういう設計って。で、最後の試合フラットでやろうよって。どういうことみたいな。一番動かされて最後フラットって振りすぎるでしょうっていう。じゃあ今までやってきたトーナメントは何だったんだってならない。地獄ルールでしょ、あんなの。俺本当にただの地獄だと思ったんだけど。ちょっと年齢考えてよっていう。そんなさ、若いやつだったらさ、テルとか運動神経いいのだったら走れるけどさ、もうヘッドヘトだよ。ヘッドヘト。マジで今日はね、本当にね、サウナ入りたいぐらい。ラブホ行って風呂入りたいよ、本当に。めちゃくちゃきついぜ、本当に。明日動けないと思うよ。パンパンになると思う、声。声じゃない、太もも。きつかったわ。まあ楽しかったけどね。超楽しかった。まあでも、リスナーさんが、そのリア突に来れる場っていうのがあるのはいいよね。ああいう大型で。要はいろんな人見れるわけじゃん。あ、すごくいいと思うよ。ああいう場は。いや、まあ、ほら、ドレさんの場合はさ、運動神経いいから、鍛えてる人じゃん。あれくらい余裕なんだよ。え、また暴れてんの。だから、まあ、誰と誰が暴れたの？誰と誰が暴れたの？まあ酒だろうな。誰と誰が暴れたの？いや、だからダメだよ、暴力は。ダメだよ。
強いやつは弱いやつを殴るのはダメなんだって。まあ、誰かわかんないけど、誰は VS 誰なんだろうね。ちょ、わかんねえわ。まあまあ、酒飲むとね、そうなるんだろうね。酒はやっぱ嫌いだわ。楽しく飲める信頼関係があったらいいんだけどね。難しいよね。難しい。喧嘩ダメだよ。買うなよ、軍曹。じゃあ皆さん、そろそろお別れのお時間でございます。一流のリスナーの皆さん、ありがとうございました。楽しかったです。また明日、雑談配信やろうと思ってますので、ぜひぜひよろしくお願いします。お疲れ様です。お疲れ様でした。ありがとうございます。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。